先ほど小泉さんから聞いたんですけど、聞きづらいですかという方、手を挙げてもらえますか。あ、そっといますね。このぐらい、地声の方が多分いいのかなという感じはする。このぐらいの方がいいですか。近づきない方がいいですね。このぐらいだと聞こえるという方、聞きづらいという方はどのぐらいいらっしゃいます。じゃあこのぐらいの感じ で途中私どんどん熱くなっていくと、まあ、このようにしゃべりが速くなってしまうので、ぜひ少しゆっくりしゃべってとかですね、聞きづらいと思った方はもう本当に遠慮なく2時間なので手を挙げていただきたいと思います。今日は手話の方もやっていただけるということで、声が聞けない方も手話の方を通して私の現時点でのいろいろ伝えたいことをご理解いただければと思います。よろしくお願いします。メディアと日本の危機、言わねばならないことというタイトルで、聞かせていただきます。冒頭ですね、日韓問題、日に日に、緊張が続いております。先ほど、空港に来ていただいた方にお話聞きましたら、それほどですね、中国とか韓国人の方の、観光客数というのは少ないので、それほど大きな影響はこちらではあまりないということでしたけれども、特に長崎とかですね、その韓国側に近いエリアの、地域をこうインタビューとか取材で回りますと、やはり今観光客数が特に韓国人の方が激減してまして、非常に強い影響が出ているという声を聞きます。8月の昨年と同時期比で比べても今日本車の売り上げは 57% 減りました。それから日本の旅行も大体、今まで韓国人を主要でやっていたところは6から8割ぐらい観光客数が減ってしまっているという状況です。でちょっとこの問題について触れさせて冒頭いただきたいんですが、今回、日韓が緊張した、大きなきっかけになったんじゃないかと言われているのが、昨年の10月に、韓国の最高裁である大法院が下した徴用工に関しての訴訟で、日韓併合後の日本企業のその徴用工に対する人権侵害、これがあったということで、その当時の日本企業に対してその徴用工の方々に対する慰謝料を支払いなさいということを、判決で命じました。でこれに、このあとですね、今年の7月、ムン・ジェイン政権になってから、パク・クネ政権の時に作られた慰安婦財団というのも正式に解散が決まりました。でこの日本企業の資産差し押さえという流れが徴用工判決で出てきた中で、反発するかのように、発言が出たのが、今年の参院選直前の7月3日党首討論の場で安倍首相が、大法院判決へのこの対抗措置として輸出管理を強化したいということを発言したんですね。でこの時、野党の、岸井、代表等々がそのようにですね、大法院で出た判決と全く違うやり方で外交で意趣返しをするということは外交のまさに禁じ手だということで厳しくその場で批判をしたんですが、安倍首相、言ったことはやりたかったんでしょうね。その後政府として経産省は、正式に輸出管理強化ということで実施を決めました。で、実はですね、この党首討論の時言ったやり取りというのが韓国の方でもたくさん報道されてまして、その後ですね、当時の世耕大臣とか安倍首相は、それから菅官房長官なんかも大法院判決とこの輸出管理強化、ホワイト国を、韓国から除外するということは全然別の話ですと、突然言い出したんですが、もともとこの、安倍さんが発信していたこと、また当時世耕さんもツイッター上で発信していたことというのは、このやはり判決の意趣返しだと、こういうことで理解を得られないのであれば、経済に関しても、輸出管理強化をせざるを得ないという、つまりやはりこれどう考えても意趣返しと見られるような発信というのをやってたんですね。ということで、今でも韓国の方々、通訳とかジャーナリストの方々インタビューをしますと、やはり韓国の方々にとってはこのホワイト国の除外というのは全く別次元で出された、大法院判決に対する意趣返しなんだというふうに今強く受け止められています。なので韓国のデモ、たびたび報じられておりますが、プラカードを見ると安倍はノー、でも日本はイエスということを、何度も発信しています。つまり安倍政権が近年やってきた韓国に対する慰安婦の教科書のですね、慰安婦記述の削除とか、それから、敗戦記念日には加害の歴史、これ7年間一言も語っていません。
日本だと3500万円で1車両、
殺されていたものが当時なんと韓国では6500万円約倍の金額の高値で入札をされていた。それから、当時89億円ということで全体の総額が決まっていたものが1年年を明けたら材料費が高騰したと言って119億円 40% 以上アップしてたということで、まあ、実は非常に高値で、まあ、その工事の契約が行われている。でそれの中身はじゃあどこに回ったのかというと当時の一部韓国政府に対するリベートということとそこに投資した三菱等々のいろんな企業に対する、まあ、利益率ということで返ってきたということで実態としてこれを見ていくと、韓国の経済と言いながらね韓国の一部政治家に対するリベートやそれからそこに投資した企業がとにかく高い利益を出せるような仕組みが決められたんじゃないかというふうに言われています。で日本の利子率というのは実は当時アメリカが出した利子率よりも1から 2% 高い利子率を設定したんですね。でなんでこんな高い利子率またこの資源地下鉄もなんでこんな高い入札価格で決まってしまっているんだというのを実は当時のアメリカが日本に対してこれ通告、まあ、注意をしていたという状況もありました。でまた製鉄所に関しましてもこれも大きな製鉄所を作ったんですがもともとは農業支援金という名目で農業支援のためにお金を使おうとしてたんですね。でそれが途中から日本政府の要望で製鉄所を作りましょうというふうに変わるんです。でこれは実は1965年というのは60年代に入って水俣病とか痛々病さまざまな四大公害病等々が全国各地で出てきてでこれ以上、まあ、原発と一緒です。これ以上製鉄所は国内では作れないというそういうふうに言われていた時期だったんですね。で公害病のことが問題視されるので製鉄所が国内ではもう無理だろうと、まあ、じゃあだったらねこれからやるあの韓国に作ればいいじゃないかということで急遽農業支援金が製鉄所の建設に回されるということになりました。で実は韓国の報道では当時の日本の政治家や国会の議事録等々そして韓国の政治家との議事録等々が全部報道化されてましてある社民党の議員の方はなぜこのようなね公害病の元となるようなものをその韓国に出すのかということを日本の国会議員が疑問視をしていた。また、ある、日本の、政府側が韓国に対してもしかしたら何らかの公害病というのが出てくるかもしれない。しかしそのリスクを負ってでも製鉄所を引き受けられますかという、まあ、こういう実は打診までしていたということも掘り起こされてですね。ということで、まあ、製鉄所というのもね韓国のためと言いながらやはり日本の企業の発展が妨げられないようにアメリカの後ろ盾を得ながら結局韓国にこういうものを作らせたんじゃないかということも指摘されています。で実はこの時も技術移転をしますという協定は決められていたんですがほとんど重工業に関しては、作ってはいけないあくまでも日本製の重工業部品を使いなさいということで指示が出ていたのでこの協定の時に重工業での韓国経済の発展というのはほとんど技術移転も含めてできなかった。で代わりに発展できたのはこの重工業の下にある軽工業製品の下請け的な産業化が進むと、まあ、今のですね韓国、日本の下に韓国があるようなそういう今のこの経済的な枠組みというのがやはりこの時に作られてしまったんじゃないかという、まあ、指摘も出てるんですね。まあ、つまり発展できた部分もあるけど一方で本当に誰のためにとってのこの協定だったのかという意味で市民のためのまたその、支払いがもらえなかった徴用工のたちの保証金にどれだけ使われたのかということで見ると違うんじゃないですかと実態は違うんじゃないですかというような、まあ、思いが、まあ、韓国側の人にあるということでございます。で実はですねあの日本今の安倍政権はね協定違反だからダメだって言ってですね実は昨年の10月判決が出た後も、訴えられた三菱重工それから、住友、新日鉄重機、住機等々に対して和解とか判決には絶対応じないようにという釘を刺しています。でこれ高裁の差し戻しが決まった2013年の時点では新日鉄住金はこの流れでいくとねそのうち最高裁で支払い命令が出るかもしれないとでその時に和解にはやはり納得できないので応じられないが韓国の最高裁でそういう発言が出たのならやはり韓国の方々とうまくやっていくためにもこの判決には従いたいという意向をはっきり示してたんですね。しかしこれがね産経新聞にスクープされた後、政府にまた当時安倍政権ですけど言われましていやこれはね協定違反なんだから和解や判決がどう出てもね絶対応じちゃいけないと
森友に関しては安倍さんの奥様である昭恵夫人が当時
時作ろうとしていた別名安倍晋三記念小学校の建設に関わる国有地の8億円値引きでの森友疑惑と、そして安倍さんが繰り返しね、私の腹心の男ですと、もう何度も何度も国会でも言っていた家計学園の家計孝太郎理事長が作ろうとしていた、家計学園の獣医学部新設に関わる家計疑惑、そして安倍さんにね、当時最も食い込む男性記者がいると、実は現当社から総理という、提灯本みたいなものを出してですね、それまで女性記者、最も安倍さんに食い込む女性記者というのは NHK 解説委員の岩田明子さんってものすごく有名な方がいるんですが、その当時総理っていう本を山口記者が出した時に、あ、女性記者以外にね、男性の現役の記者でこんなに安倍さんに食い込んでるやつがいるんだと、もうたちまちね、時の人となっていた元 TBS ワシントン支局長山口さんによる伊藤さんへの性的暴行疑惑で、これに関しては逮捕令状、準強姦容疑で高輪署が出ていたにもかかわらず、その逮捕の当日、当時の中村いたる警視庁刑事部長、今官房、警察庁のナンバー3官房長と大栄転されている方ですが、この中村いたる刑事部長が逮捕の当日、その逮捕令状執行は取り消せと、任意での聴取に切り替えよということで、逮捕執行は見送られたという、この、準強姦の、もみ消し疑惑ということで、これ全部取材をしていると見えてくるのは安倍さんなわけですね。で、初めはだから政治部長に安倍さんに行かせていただきたいお願いしました。すると政治部長が、いやいやいや、安倍さんっていうのはね、前も続き見ても分かるように、その場その場での質疑が本当に苦手、国会でもね、ほとんど野党の質問にね、真正面に答えたことないだろうと、ご飯虫、信号無視話法とかね、ご飯論法とか言って呼ばれて、なかなかそのことにきっちり答えようとしない。で、記者とのやり取りもね、その場その場のやり取りをものすごく今嫌がってると。で、今今回、元号の令和の発表のね、会見の時、あれ今年初めて、首相官邸で安倍さんが現れて会見をやった時なんですが、あの時もですね、菅さんがその前に令和発表した後にダカダカダカって官邸会見に現れてね、万葉集から引用いたしました、一億総活躍とか、あの時初めて今年に入って会見をやったんですが、あの官邸での会見数というのも安倍さんになってから今激減させています。昨年はなんと3回、一昨年は4回で、毎回ね、受け付ける質問というのもせいぜいもう5問程度で、大体その時指す記者、させる質問というのもほぼほぼ決まっているというふうに言われています。で、東京新聞の場合でも政治部の記者でも代表質問ができる幹事という役についてないとほとんど質問ができないというようなことでした。しかしながら、ある NHK の政治部記者はなぜか手も挙げてないのに刺されたとかですね、神保哲夫さんというビデオジャーナリストの方いるんですが、毎回来れる権利を持ってるので、こうやって、はい、ありますこうやって手を挙げてる、もう全然でも絶対刺されないと。で、5年目に入ったある日、長谷川一さんという広報官が、じゃあ最後の質問です、どなたがいますかって聞いた瞬間、パッ、神保さんが手を挙げたと。で、その瞬間は、あ、今日は誰もいないと、いや、やったよ、5年目にしてようやく俺一問が聞ける、よく俺ここまで頑張った、偉いぞと思ったら、なんかどなたもいないようなので、俺は視野にも入ってないわということで、もうまずまずね、当てる記者もどう決まってるんじゃないかというようなことでした。で、そうは言ってもね、よく今回の総裁選も、ね、の最中にも官邸のエントランス前にね、安倍さんがドカドカドカって現れて、周りにババッとね、政治部記者囲まれている中で、反戦訴訟控訴断念いたしましたってね、あれ華々しくやりましたけれども、あの官邸エントランス前でね、よくこうぶら下がってる風景、ニュースなんかでもちょこちょこ出てますよね。で、あの官邸エントランス前のぶら下がり会見というのも今ほぼほぼ言いっぱなしのぶら下がりで終わってしまっているということなんですね。例えば、数年前に出た朝日新聞超、特大スクープ、森友書き換え疑惑、森書き問題についてね、どっちにこれ改ざんと変わりましたけど、このスクープがドーンと出た朝刊一面に、ね、横突破で出たその当日の朝、安倍首相がね、官邸エントランス前にドカドカドカって現れた、周りにババッとね、バンキシャに囲まれている中で、今財務省に徹底調査を指示してきました、海を出し切る覚悟でございます。もうこの瞬間ね、周りにいるその政治部の番記者はね、絶対これ本音では、海はお前やろってね、絶対ここ突っ込みたい、もうその瞬間なんですけども、この瞬間に、安倍さんの秘書官たちが、はい、もう今日ね、質疑応答なし、はい、もう終わりね、はい、もうこう言ってみて、ダダーと連れてってしまうという
ことで、まあ、あの官邸のエントランス前にいるのは政治部の中でも首相の番記者担当の記者だけなんですけども、その首相の番記者でさえも今なんと聞けて1問ねじ込めて2問ということで、ほとんど聞けるチャンスがなくなってしまっているということだったんですね。ということで政治部長からするとね、いやいや望月なんてお前政治部でもないんだから、あの場にも行けないしね、首相官邸ではほとんどまず指さないから、もうまずは諦めた方がいいと言われたわけですね。ああ、安倍さんはダメかと、まあ、であるならばでは官邸でね実権を持ってて、かつ記者会見対応する人は誰かということで、2番手として菅官房長官が出てきたということでございます。ということで、今でも、年金問題、統計不正、もう様々な問題がね、出ては消え、出ては消えしています。で、今回、あれだけ家計学園で問題視されていた萩生田光一さん、安倍さんの最側近と言われている方ですが、彼が文科大臣になってるわけですね。で、様々なね、総理のご意向、総理が平成30年4月とお尻を切っていたとかね、首相官邸は何が何でもやると言ってるぞとか、もうとにかく官邸の意向、総理の意向を伝えて、何が何でも抵抗する文科省に対して重学も作れ、重学も作れってやってた、その方がなんと文科大臣のトップになると、まあ、こういう問題を含めて本当はですね、この問題、怒り、疑念というのを率直にぶつけたいのはやはり安倍さんということなんでございます。ということで、まあ仕方ないので菅さんに行き始めたんですが、まあ、2年前実は当時はですね、あの菅さんの官房長官会見というのはホワイトハウスの国務省の記者会見に習いまして、その記者たちの手が下がるまで差し続けるというルールでずっとやってきました。なので、まあ、私は当時は結構しつこく質問する、朝日新聞の南明記者とか、ジャパンタイムズの名物編集員吉田玲二さんとか、結構しつこい記者が何人かいたんですね。でそういう記者が納得いかないでこう、ま、何回も何回もね諦めずにこう手を挙げると、もうしょうがないので差し続けるルールがあるから、こうやって仕方ないからこう差してくれてました。で多い時は20分の間で23問ひたすら私が聞いてるなんてこともあったんですね。でこれがだん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 嫌になったのが1ヶ月後ぐらい経つとですね、もう顔も見ないでこうやって私を指して見てないよっていう時もあったんですね。まあ、しかしながら指してそれなりに答えておりました。これがですね、2ヶ月経った8月末ぐらいになると、私や南さん等々がこう手を挙げてても、番記者の幹事の方がね突然、あ、じゃあいいですか、はい、終わりますと、もう突然打ち切ってやめてしまうということが突如始まったんですね。で、初めはあの官房長官会見というのは実はこの会場ぐらい結構広いところでやってるんですね。で、その菅さんの番記者というのは一番前にずらっと座ってるんですが、それ以外の番記者以外の記者というのは結構みんな後ろの方にね固まって座ってますから、私やね、南さん、吉田さんが手を挙げてるのも見えてないのかなと思ったんで、なのでその番記者の幹事の方の2つ3つ後ろに行って、まだありますよ、まだありますよってことでやるんですけど、それでも、じゃあいいですか、はい、終わりますと、やっぱり打ち切られると、おやおやおやと、これまでね、歴代官房長官の会見で踏襲されていたルール、これをどうも変えてしまった可能性があるなというふうに思いました。で、水面下に入ってね、政治部で何があったんですかというふうに取材をした。そしたらですね、その数週間前の8月のお盆休み中に、総理の筆頭秘書官、まあ、今回実は補佐官でまた位が上がった方ですけれども、今井隆也さんというね、経産省の出身のキャリア官僚の方がいます。で、実は影の総理と呼ばれる非常な実力者なんですが、この彼が政治部の番記者に対してオフレコ懇談の場で、あの望月というやつね、そしてその南明というあの朝日新聞の記者、あの二人はこのままだと菅官房長官が辞めるまで来続けるつもりだぞと、お前ら大体みんな10年目の記者だろと、あの二人をなんとかならんのか相談してるんですね。これ実はオフレコ婚のやり取りなのでニュースにはならないんですけども、回り回ってある政治部の記者から、お前こんなこと言われてるよってもらいました。で、今井さんというのはあの菅さんの会見にはね、総理の秘書官ですから来ないかいない方なんですね。で、あの会見場にもいないような方がその裏でね、自分の政治部にオフレコ婚でそんなこと言ってるのかと、まあ、非常にびっくりした記憶があるんですが、これと関係があるかどうか直接的にはっきりわからないんですが、今度は8月末になると、菅さんの会見でね、司会役をやっている上村報道室長が水面下で菅さんの番記者の幹事に接触をした。で、そこで、これまで通り、今まで通り、あなたたち番記者には何回でも何問でもとにかく手が下がるまでは差し続けますと、しかしながらあの望月磯子のあの質問だけはどうかどうか制限させていただきたい、こういうお願いをしてきたということだったんですね。で、私はこの話を聞いた瞬間に、
すぐね、抗議して聞き返しました。すると政治部は、いやいやいや、あの要望というのはね、あくまでも上村報道市長が言ってきたことを我々政治部としては受け止まっただけで、この要望を認めたわけでも承認したわけでもございませんって一生懸命言うんですが、まあ、しかしながらなぜかなぜかこの要望を受け止まってしまった以降は、私や南さんや吉田さん等々がすごくね手を挙げてても、じゃあいいですか、はい終わりますと言って質問が制限され打ち切られるということが、まあ常態化していってしまったということです。でまた、昨年以降ですね、特に、沖縄の佐喜眞デニー県知事選、この選挙戦ね、本土で取材しててもどんどん熱戦を浴びていました。自民公明創価学会、これ総出でね、トータル7000人ぐらいの人をガンガン沖縄に送り込んで、これ地方の一知事選挙なのにあたくも本土決戦みたいな戦い方をしてるんですね。でこの辺りから私の中ではですね、ああこれからはね、質問をするにもこの社会部的なテーマ、沖縄の問題、県知事選、辺野古の県民投票、辺野古の埋め立て、ここらに関してなるべく重点的に聞いていこう、それから森影に関しては公文書の問題聞いていこう、そして勝利さんに関して MeToo の問題聞いていこう、まあ、いくつかテーマを絞って聞こうというふうに心がけて聞くようになったんですね。で特にこの沖縄絡みの、関連の質問をすると、その可決に質問に移ってくださいって、この、ね、いわゆる上村報道室長司会役の方の質問妨害というのは日に日にひどくなっていきました。で最終的には昨年の12月26日辺野古の埋め立てに関して赤土混じりの土砂を大量に使ってるんじゃないですかと、この疑惑に関して質問した際、その2日後望月遺族の質問には事実誤認があると、どうしてこんな事実誤認を聞いてきたという抗議文が、内閣府広報室の、方から抗議文が我が東京新聞編集局長に一通と、そしてまたそれと全く同じ文書があの官邸会見をやっている内閣記者会にもその文書が突き出されていたということが、実は今年の2月1日ヤフーのインターネットニュースでトップニュースになりまして、たちまちこの世の中の方にね、官邸っていうのがね、記者クラブの記者に対してはそんなことを言ってきてるのかということが、まあちょっと知れ渡ったということが実はありました。で実はこの28日どんな文書がね記者クラブに出たか、まあ、知らない方も多いと思いますので、ちょっと解説させていただきます。上村報道室長メディアクラブに貼り出された文書です。当該東京新聞の記者はこれまで事実に基づかない質問を繰り返し行ってきた、その度ごとに慎んでくださいと何度も要望してきたにもかかわらず、再び事実誤認を聞いてきたと。このままではインターネット等で会見の様子が広く拡散されており、会見の意義が損なわれてしまう、内外の幅広い層に誤った事実認識を拡散しかねない。この当該東京新聞記者の度重なる問題行為について、どうか記者クラブの皆々様、問題意識を共有していただきたい。まあ、雑白に言うとですね、とんでもないやつだ、なんとかならんのかって、こういう文章なわけですね。でこれを突きつけた。でこれはですね、実はあの私、会社に来たものに関しては昨年の12月28日政治部経由で社会部長に紙が来まして、部長から、いや望月、官邸が事実誤認を聞いてきたと、またね抗議してきたぞと、お前望月大丈夫なのか心配して電話が来ました。で部長には、いやいや、まあ、当時は、沖縄の防衛局、そして沖縄の県庁、また地元のね監視している市民団体の方々、もういろんな方を取材してましたので、いやもうこれに関してはね、しっかりもう記事でも反論できますから、もうがっちりと取材上してますから安心してください、大丈夫ですよってふうに伝えておりました。まあ、しかしながらそれと全く同じ文書がその内閣の記者クラブにまで投げ出されていたというのは、実は私2月1日ヤフーのインターネットでトップニュースに来るまで全然知らなかったんですね。でこれ出た後政治部でね、どういうことなんですかってまた取材をしました。するとですね、実はこの12月26日質疑の終わったその当日、上村報道室長がまた、官邸のね担当の朝日新聞の番記者の方に接触しました。そこでまた望月磯子が事実誤認を聞いてきたと、もうあの望月磯子に関してはね、これ以上菅さんの官房長官会見の場には二度と来させないでいただきたいっていう要望をどうもしてきたらしいんですね。まあ、しかしながらクラブとしては、特定の記者をこの会見場に来させないとか、それからもう質問を一切させないということを、はいはい分かりましたと認めることはさすがにできませんと言って、まあ、突き返してくれたらしいですね、その要望。そしたら上村さん、そうですか、だったらって、この紙を持ってきてこれを受け取ってください、まあ、突き出したと。でこの文章を読むとね、やっぱりとんでもないやつだ、なんとかならんのかなわけですね。
で、これも正式に記者クラブとして、はい、受けたまわりましたと。やることはさすがにこの内容からしてね、できませんと言ってね、突き返してくれたらしいですね、朝日新聞の記者が。そしたらですね、村さん、これも受け取れないんですか。ああ、そうですか。じゃあ分かりました。それであれば、この内閣、報道室、官邸記者クラブ、内閣官邸記者会、入って左で大きなクラブの張り出しボードがあるんですが、この張り出しボードのところに貼り出させていただきます。プチッ、プチッとね、A4 版でピョピョって貼り出されてたらしいんですね。で、実はこれ、まあ、出てから2月1日以降、大騒ぎになりましたので、つい最近、これ普段はほとんど政治部しか出入りしない場所なんですが、もうこのね、ぶら下がってると言われてる紙はもうなくなってるやろうなと思って、最近また見に行ったら、またぶら下がってるわけですね。外していただきたいって言ったら、いや、これは認めて貼り出したわけじゃない。彼らが勝手に貼り出したからね。あたかもクラブとして下げると、一回認めないように捉えちゃうので、アンタッチャブルで手が出せませんとかって言われたんですけど、まだ貼り出せない。で、まあ、ここからは想像なんですけど、昨年の12月28日、上村さんがね、この紙を貼り出した以降、その内閣記者会というのは、まあ、出入りしているのは、さっき言ったように政治部の記者、登録している百数十人の官邸記者会に登録している政治部の記者だけなんですね。で、その記者の方の政治部のどなたかがこのぶら下がった紙を見たときですね、この文書というのは単にね、望月の質問はとんでもないというだけではなく、これからね、もっともっと厳しく官邸会見で追及をしようという他のね、そういう意識を持つ記者たちに対して、こんなバカなような真似は二度とするなよというね、他の記者に対する質問への萎縮効果を狙ったのではないかと。で、これはまさにね、知る権利に対する弾さと、とんでもない紙だということをおそらく思って、疑念や怒りを持ったどなたかの政治部の記者がいたんだと思います。で、その方が、官邸に出入りをしない選択という雑誌の記者にそれをリークし、それが選択という雑誌に書かれ、そのままその内容がヤフーのインターネットニュースに転載されたという経緯を取ったんではないかなというふうに思っています。で、実際どういう質疑応答だったのか、もう一回ここで再現させていただきます。26日のやり取りです。辺野古の埋め立てに関してです。埋め立ての現場では今これ赤土が広がっております。その解決にこの時はね、嫌がらせが私だけどんどんひどくなってまして、大体1行目が終わるとこの上村さんから質問妨害が入ったんですね。琉球セメントは今これ県の調査を拒否しており、防衛局は実態把握できてございません。その解決に埋め立てが適法に進んでいるか確認できていない。政府としてこれどう対処するおつもりなんですか。そしたらね、政府の対応を聞いたら、法的に基づきしっかり行ってます。またいつもの調子でね、パーって顔真っ赤にして菅さん反論して終わったわけですね。で、それなりに反論をやったにもかかわらず、この2日後、長谷川一広報官名で、防衛局が実態把握できていないは事実誤認であり事実に反している、赤土が広がっていますは、これ今沖縄防衛局が汚濁防止措置を講じており、極めて不適切な表現だ、送ってきたわけですね。で、実はこれ12月28日もう年の瀬だったんですけども、官邸はですね、我が政治部を経由して、何でも続きそこは事実誤認を聞いてきた、説明しろ説明しろ説明しろって言ってきたんですね。で、1月4日会社が始まってからもすぐ政治部経由で、なんで事実誤認を聞いてきた、説明しろ説明しろ説明しろとずーっと言ってきた、結構すごい言ってきた。で、今年の1月11日この反論も兼ねて東京新聞朝刊一面トップでドーンと記事を書きました。県に無断土砂割合変更、環境に悪影響の恐れ、辺野古工事で防衛省。で、この反論も兼ねて記事をドーンと出した瞬間に、それまで続いていたね、抗議が、官邸下の抗議がピタッと止んだんですね。で、この記事が出た瞬間に、あ、望月そこはこういうことを言いたかったのかと、まあ、いうのがね、本当にこの記事が出るまでわからなかったのが、まあ、甚だ疑問なんですが、とにかくこの反論も兼ねた記事を出した瞬間にピタッとその抗議が止んだということです。で、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、菅さんやね、安倍さんが国会でも繰り返し今も言っているのは、辺野古の埋め立てに関しては当時の県知事と地元の市長の了解を得てますって、まあ、しょっちゅう言ってるんですが、これは当時の2013年の12月中今当時の知事が辺野古の埋め立てを承認したという経緯が、まあ、確かにありました。まあ、しかしこれね、何でもいいですよ OK って認めたわけではなくて、当時からこれ環境に非常に悪影響が出ると言われてましたので、いくつものね、辺野古の承認に関して環境基準、こういうの守ります、こういうの守りますと細かい厳しい条件、前提条件というのを掲げてました。で、これらを守りますという前提のもとで承認をしたという経緯があるんですね。で、この時の前提条件の1個として、当時
時沖縄防衛局は埋め立ての願書にも記載をしていたのが赤土等々のですね細かい粘土性を帯びた細粒分細かい土砂砂の割合これをおおむね 10% 前後1割前後にとどめますということを書き込むこれを守りますという前提のもので承認をされたという経緯があるんですね。で沖縄というのは実はねどこを掘ってもすぐ赤土が出てくるんですね。でこの赤土というのが海水面に溶けると非常に溶けやすくてものすごい環境に負荷がかかると言われています。で沖縄には沖縄県赤土等流出防止条例と言われているものがあるくらいなるべくこの赤土を出さないように取り締まりますということをずっとやってきてるんですね。なのでこの当時この赤土の割合細粒分の割合を1割前後環境に負担がかからないように収めますということを掲げておりました。まあ、しかしながら昨年の12月14日辺野古の土砂埋め立てを始めますという通知が防衛局から県に行きました。で県の職員が遠くから現場の目視の調査で行きますとこちらの写真にあるように、まあ、今 NHK あのいろんな、ね、ニュースの映像でもたくさん出てきますがもう赤々とした土が、まあ、今でもそうですけれども次々とこの埋め立てで使われているわけですね。でこれだけ見た目に赤いという土を使っている場合この再利分が 10% 前後これを守っているということはまずまずありえないだろうということでした。もうおそらく 40%、50%、 もう多いと 60% ぐらい赤土が含まれている可能性が高いということだったんですね。ということで沖縄県は防衛局に対してこの現場のね辺野古の埋め立ての現場の立ち入り調査をさせてください、それから、土砂を調べたいのでサンプルの提供をしてくださいと、それから赤土の有無を調べる土砂の正常検査というのがあるんですがこれをやったかどうかその検査結果をしっかり出してくださいと、この昨年の12月21日以降繰り返し繰り返し今もって何度も何度も防衛局に対して県が要望してございます、要望を続けています。しかしながら今これ政府、防衛局、防衛省全くこの要望に応じられていないというのが状況が続いています。で赤土の土砂の正常検査の結果に対してだけは3年前ぐらいになってね古い土砂の検査結果を持ってきてあこれでございますって出してきたんですね。でこの検査結果というのは私も受け取りましてコピーをいただいて読み解いたんですがここにはですね赤土とか粘土性の割合を示す NP という数値があるんですがこれがイコールゼロつまりほとんど赤土はない検出不能ですというこういう結果が出てるんですね。で県からするとねこの検査結果というのはね今あの目の前に見えているああいう土をね調べたんではなくて全然別の場所にある土砂をね琉球セメントが取ってねそれを検査業者に出してその結果を出しただけじゃないですかと、しかもこんな古いものではダメで昨年の3月2日以降工期が始まってからやった新たな正常検査の結果を持ってきてくださいとこれも何度も何度も防衛局に お願いしていますがしかし今もって全く応じられていないという状況なんですね。まあ、ここまで話す話題で皆さんお分かりだと思いますがおそらく防衛局が県に立ち入り調査を認めサンプルの提供をしてしまうと科学的な外部の調査結果としてこのかつて約束した細粒分概要率 10% 前後これをね全く守っていないということは検査の結果明らかにされそれによってね違法な埋め立てをやはりやっているとその埋め立てストップというアクションを再び起こされるということをやはり政府や防衛局が恐れている可能性があるんじゃないかということなんですね。まあ、つまり菅さんや防衛局が繰り返し言ってきた望月の質問は事実誤認であるとその発言こそがまさにまさに事実誤認なんではないですかという疑いが今もってあるということです。で実はね辺野古の埋め立てみんなね沖縄の工事ってこんな対応を政府がして国がやってるかといいますと例えば那覇の一部こう延伸この埋め立て工事やってるんですけども空港のでこれに関しては内閣府が今主導してやってるんですね。でこれについては、その現場の立ち入り調査もああどうぞどうぞと言って内閣府が認めてますしサンプル提供もはいこれでございますはいこれでございますとこう出してきてるわけですね。まあ、しかしながらこの辺野古の埋め立ての現場に関してだけは防衛局が政府が適法にやっているので全て全て一切問題はございませんと言って立ち入り調査もサンプル提供も全て拒否しているという状況が続いています。で今回、まあ、このクラブにね紙を貼り出したということは私だけではなくその他の記者に対する精神的な圧力質問への萎縮を狙っていたに他ならないと思っています。でこの行為そのものがですね今の安倍政権菅官邸のですねメディアへのコント
ところは質問への意識知る権利を冒涜する行為だったというふうに強く思っています。またその政府の言うね、辺野古の埋め立ては適法にやってるんだというこの彼らの言う事実、これを私たちに事実として無理やりにでも認識させたいのか。また、中にはですね、国会の中継を見ていたら、菅さんが、いや、これまで当該東京新聞の記者には9回抗議をしてきましたって言って、私はそれ中継見てて、9回も来たんだって初めて知ったんですけれども、実はですね、その質問の中には私の表現の自由にまで矛先を向けているような抗議がいくつもあったんですね。例えば辺野古の埋め立てに関しては、これは今県民の民意に反し強硬に埋め立てを続けていますかって聞いたら、その2日後ピロピロピーって抗議文が来て、望月の質問は主観に基づき聞いている、客観的中立性に欠けている表現だ。もうこちらのね、表現の自由にまでもう非難抗議をしていることが実はいくつも来てたらしいですね。で、実は社会部長には政治部長経由で全部9回分抗議文が来てたらしいんですけど、この中身を見たね、社会部長たちが、こんなことにまで官邸が抗議してきたよ、この内容をね、望月に見せたらなんてこと言ってるんだって、ね、またあいつのことだから逆切りして官邸に突撃してっちゃうから、ちょっとこれはもう見せなかったことにしようって。実はそのいくつもあったんで、見せなかったものがあったということで、実はトータル9回来ていたということだったんですね。で、今年2月1日、これヤフーでね、ニュースになってから、まあ、メディアにも批判されましたり、国会でも野党にかなり菅さん追及されていました。で、私はね、これを見ながらね、菅官房長官はこの官邸会見を一体何のための会見だと思ってるんでしょうか、あなたに答える必要はないと、ね、これまたすぐニュースになっちゃってたんですけど、あの発言というのはよく私に対するお箱18番みたいな感じでよく言ってたんですね。あなたに答える必要はない、ここは質問に答える場ではない、じゃあ何の場だってねで、野党にもね、国会で同じこと聞かれてました。そしたら菅さんはね、あそこは政府の見解を述べる場でって言ってるんですが、政府の見解を述べるだけの場だったら、わざわざ記者会が主催してね、やる必要はないわけですね。毎回政府が言いたいことを、ファックスにバーンと書いてね、各記者クラブにピヨピヨピーってこう流させて送信すればいいわけですね。あの会見というのはあくまでもね、記者たちが主催してやっている会見です。あの場というのはやはり政府のためでもなく、またあそこにいるね、メディア、記者たちのためでもなく、やはり国民の方々に今政治や社会の現場でどんなことが事実として行われているのか、これをやはりしっかり伝えるために、知る権利を行使するために、あの官房長官会見の場があるんではないかなということでございます。で、ありがとうございます。私のことばっかりでね、しょっちゅうニュースになっちゃうんですけども、私よりももうはるか前から、特に大事安倍政権になってから、安倍菅官邸というのはテレビに対するメディアコントロールをやろうというのをどんどん続けています。で、最近はテレビにとどまらず、ね、吉本興業とかね、桜の会で芸能人とか、そういうことにも手を出し始めています。なので現場のね、テレビの記者プロデューサーからは、本当に今政権批判、与党批判がやりづらくなっているという声をいつも聞いていました。で、特にそのね、大きな、やりにくくなっていくきっかけになったなというのを、私が外から見て、まあ、新聞記者としてね、テレビを見て感じたのは、この2014年の11月、先ほども言った安倍さんの最側近萩生田光一新文科大臣、この方が選挙の報道に関して自分の政治部の番記者にですね、オフレコ懇の場で公平公正中立な報道を心がけよう、要請文書をバンバンバンと渡したんですね。で、お前たちの報道局長、編集局長にちょっと持ってってくれって言ったんですね。で、この内容というのが単純に抽象的なことだけではなく、例えばテレビのコメンテーター、今の政府に批判的なコメンテーターを3人出したら、あと3人は賛成のコメンテーターを持ってこいと、それから今の市民の街頭インタビューで5人今の政府に批判的なコメンテーターが出てきたら、あと5人は賛成のコメンテーターを入れてこいと、ハーフハーフでやれよ、結構細かい要請文書だったんですね。で、これも突きつけた。で、これはニューヨークタイムズとか CNN の記者に話しますと、まあそれはね、テレビっていうのはまあネット時代になったとはいえね、今でも一大巨大権力だから、まあじゃあトランプ側がね、こんな報道できねえか、あんな報道できねえか、こう文章をね、記者に突きつけてくる、これはまあはっきり言ってね、アメリカでもあり得ると。まあ、しかしアメリカの場合は、あ、はい、ではありがたくこの文書をいただいておきますと、その場ではこう丁寧にお辞儀をして受け取ってから、背中を見せた瞬間にくるくるパッとこうね、ゴミ箱に捨てると、まあ、これがアメリカ流のジャーナリズムですね、なんて言うんですけども、まあ、日本の政治部の番記者さんはね、文字通りもうその政治家一人にバーンとびっしりと付き添って、朝からおはようございますって午前中
中の会見も出てね、その後オフレコ婚も囲んで、午後の会見にも出て、その後オフレコ婚囲んで、夕方もまたどっかにぶら下がって、夜もね、帰ってくる家の前でずっと政治家が帰ってくるのがひたすら話を聞くと。とにかく、まあ、特に今の政治部記者は、番記者は、その政治家からなんとかネタを取ってこいみたいなことが、もう至上命題みたいにされてしまってます。で、かつね、皆さん非常に本当に根は真面目なので、ものすごく真面目なので、文書が出た瞬間、うわーっと、こんな文書が萩生田さんから来ちゃいました、報道局長、編集局長ってみんな持ってったんですね。で、これを受け取った民放連の幹部たちも、この文書を読んだ瞬間にね、こんなような要請文書をね、官邸、もしくは自民党、萩生田さんが出してくるというのは、まさに報道の自由、言論の自由に対する弾圧だと、断固として抗議をすると。まあ、民放連 NHK、みんなでまとまってね、抗議の声明とかアクションということをやればよかったんですが、これが今、日本はロシアや中国同様、政府、今度高市さんが総務大臣にまたなりましたけど、総務省が電波法というのを握っていると、この構造的な弱みが根底にあるというふうに言われてますが、この時、みんなでまとまって NHK 民放連抗議声明というのを出すということを一切やらなかったんですね。で、一部の、NEWS23 で亡くなった岸井さんとかね、田原総一郎さん、青木治さん、それから当時 TBS 幹部だった金平さん等々の一部の著名なジャーナリストによる抗議の記者会見をやるということにとどまってしまったんですね。で、この時やはり大きくしっかり批判の声、アクションというのをやらなかった以降、やはり現場での萎縮忖度というのがじわ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 と広がってきました。例えば TBS、こちらの山形テレビ、サンビュー山形なのかなっていう、あの TBS 毎日放送系のね、記者が政府に批判的な市民のコメントを5人取りましたってデスクに上げると、うん、そうか、じゃちょっと悪いけど、あと5人なんとか賛成の市民を探してこいって指示が来ると。つまり今の政府のね、ここがおかしいみたいな企画番組を考えて上に決裁を取りに行くと、あー、これ公平公正中立って言われるかな、ちょっとここを削っておこうか、あー、ここも削っておこうか、やっぱりやめとこうかって、まあ、とにかくこの文書が出て、その後ね、抵抗、反抗しなかった以降、現場への逆に萎縮、忖度、政権批判、与党批判ができないという流れがもうじわじわ、じわじわと広がってきました。で、本当にやりにくくなっているという声を、まあ、生のね、記者たちの声を聞いてましたので、やはりですよ、官邸やね、自民党がメディアにね、こんな報道できねえかと、選挙の報道に関してまで注文をつけてきた、しかもそれ文書に出してやってきたと。で、こういう時こそ、私たちメディアというのはね、対権力に対して、どういう立ち位置に立ち、一体誰のためにね、何のためにそもそも報道するのかという、そのそもそもの私たちメディアの原点、存在意義というのを問い直してですね、この文書が出た瞬間に怒りや疑念を持ったたくさんの記者、プロデューサーがいたと思います。で、そういう記者たちとは、会社の垣根を越え、連帯しね、そして同じようにこのことに怒りを持つ市民の方々と連携することに、で、あの瞬間にしっかり抗議の声、アクションというのを自民党政府の前に伝えなきゃいけなかったんではないかなというのをね、ずっと見て感じておりました。で、例えばニューヨークタイムズのジョナサン元記者に聞きますと、メディアは巨大権力、政権側の抵抗ね、ある意味当然だと、問題はね、この文書を受け取った時のこのメディアのその受け止め方なんじゃないですかと言ってました。それからデビッド・ケイ国連特別報告者、まあ、つい最近も国連人権理事会でかつて2年前に日本側に勧告した表現の自由、報道の自由に対するいくつもの改善項目、11指摘した改善項目のうち9項目が全く改善されていない、まあ、厳しい日本に対する批判というのを突きつけた方です。で、彼は実は2016年日本に来た際に50人の政治家や官僚をブワーッとインタビューした。で、50人の一方でジャーナリスト、新聞テレビ、ネットフリーランス、新聞記者ブワーッとインタビューした。で、これらに聞いてるとですね、中東とか東南アジアで調査をしていると報道への圧力というとあからさまにね、政権に批判的な記事を書いたり、それからその講演とかで話をした記者がすぐ逮捕されたり、投獄されたり、拷問されたり、それからつい最近亡くなられたカショクさんみたいに殺害されたり、もう目に見えてあからさまな身体的な弾圧を受けていると。で、日本のね、記者たちに50人なんかそういうことありましたかとそれぞれ聞いてると、いやーもう、いやそれはさすがに、いやそれはさすがにないですよ、だからほら、なんていうんですか、その観点ですか、まあ、空気っていうんですか、それが圧力なんですか、ものすごく日本のね、記者たちへの圧力が分かりづらいというようなことを指摘していました。まあ、しかしながらね、やはりテレビの記者たちというのを見てますと、新聞の記者の立場から見るとやはり今テレビすごくやりづらくなっている、
相次いでリベラル系のキャスターもうこれ次々と降板しておりますし、またコメンテーターもね、リベラルと言われるコメンテーターも次々と降板しているという状況がございます。ニュース2、3、亡くなった岸井さん、彼もね、降板させられました。で、その後 NHK クローズアップ現代を22年以上にわたってきて引いて非常に有能だと言われた国谷優子さん、彼女も降板ということに追い込まれていきました。で、国谷さんに関しては NHK の中では非常に有名ですけれども、2014年安保法制を閣議決定したその日、菅官房長官をあのクローズアップ現代の場に呼びました。で、その場で今のこの安保法制に対する問題点、疑問点、これをかなり厳しくピシピシピシ聞いてったんですね。で、菅さんがいろいろね、政府としての見解をこう言うんで説明するんですけど、最後もね、いや今日いろいろお話を聞かせていただきましたけど、しかしさまざまな見解を聞いてもね、やはりこの今の安保法制に対する国民の疑問、不信感というのは完全には払拭されてませんね。こういう一言でピシッと終わったんですね。これ終わった瞬間は菅さんね、あ、ニコニコニコ、令和おじさんみたいなね、いつもの顔してね、どうもお疲れ様でした、固く握手みたいなのをして別れたらしいんですけど、この菅さんが官邸に帰った後、菅さんの秘書官や官邸の幹部たちが、なんであいつは、なんとあいつは失礼な質問してるんだ、とんでもないやつだ、どういうことだっていう抗議が、なんと NHK 局の上層部にブワーッと寄せられたらしいですね。で、この一件以降 NHK 局の幹部の間ではうわーっと、誰だと、あの国谷さんが菅官房長官を怒らせてしまったと、ここまで、で、このまま国谷をこのクローズアップ現代の看板で置いていくことはさすがに難しいんだということで、実はこの一件以降徐々に徐々に彼女の降板ということが検討されていったということで、最終的にこの彼女に引導を渡したのが板野友二、当時の放送総局長だったと言われています。で、この板野友二さん、 NHK の中で非常に有名なんですが、非常にね、元経済部出身なんですが、菅さんとか、JR の笠井さんとかね、内閣人事局長の杉田さんとかね、こういう人に非常に近いというに言われている方です。で、この板野さん、実は今でも NHK 政治部報道はね、日に日にひどくなってるなんて言われてますけど、 NHK の方に聞くと、いや、この今は今もひどいけれども、この板野さんの時よりはまだやりやすくなってるというふうに言われてるんですね。で、彼の時はちょうど安保法制、国会でさまざまな議論が起きてました。でも、このね、こう安保法制についての国会審議、これとにかくなかなか NHK で流させようとしなかった。それから週末、もうどん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 膨れ上がっていた何千人何万人単位でのね、官邸前でのこの安保法制に対する抗議デモ、これもとにかく板野さんが流させようとしなかったということで、まだ今板野さんの時よりはマシだということも聞くぐらいなんですね。で、この彼が、今年の4月毎日新聞がスクープで報道しましたが、専務理事で、これまで NHK の外郭団体の社長として外にも出て、もう終わりだろうと言われてたんですが、これがまた再び官邸の強い意向を受けて専務理事として復帰をすると毎日新聞が報道いたしまして、今めでたくなんとまた専務理事として返り咲いてるんですね。で、この彼をまた戻してきたということが一体どういうことを意味しているのか、現場ではね、さらにさらに官邸批判、政権批判はやれなくなるというこう萎縮が進んでおります。で、実はこれ、まあ聞いてますと、今上田さんという会長がいるんですが、まあ、実はかなり弁護士出身の方でリベラルだということで、この上田会長というのを2期目やらせないで、この官邸の意向をしっかり伝えられる板野さんを会長にさせたいという意向を特に菅さんが強く持っているというふうに言われて、今実はこの会長2期目どうするかということをめぐって水面下で NHK の中で攻防が繰り広げられているということなんですね。で、また官邸にはこいつを出すな、こいつだけはテレビに出すなってブラックリストがあるらしいですね。で、それどういう人が出るか、いろいろ教えてもらいました。で、私はそのね、教えてくれる人に、いや、どうしたからね、そのブラックリストくれないかなって言うと、いや、望月さんにね、これこうやって渡しちゃうと次の日からどっかの公演先でこんなものがありますって言われちゃうから、ちょっと見せられませんなんて言うんですが、あ、じゃあどういう人が出てるか教えてくださいというとですね、例えば報道ステーションね、よく報道ステーション等々でテレビ朝日菅三樹先生、それ全然ね、朝日テレビ朝日が見なくなりました。それね、アホノミクスってはっきり言い続けている浜典子先生、彼女も見なくなりましたね。それから TBS、ラジオには出てるんですけれど、テレビには出なくなった金子勝慶応大名誉教授と、こういう面々パッと出てるんですね。で、その中のトップ1は誰かというと、これが柳沢教授さん、元防衛庁の官房長、大幹部でございます。で、もともと第一次安倍政権の時は内閣官房副長官補と
言われる官邸のそもそもインナーにいた方なんですね。でこれから第二次安倍政権になって外に出まして、これは今一民間人の立場から今の安倍さんがやろうとしている9条3項加減、それから安保法制、この流れを進めていくとね、間違いなくアメリカの軍事戦略に日本の自衛隊そして国民が巻き込まれていくだけだと、絶対やめた方がいいと、まあ、厳しい批判を講演や執行の中でもガンガン執筆されている方なんですね。でこれはもともと官邸のインナーにいた方に電波テレビを使って今の安保法制9条3項加減、この問題をガンガン言われる、これが今安倍政権安倍官邸によって最もやってほしくないことということで、実はこのトップ1には柳沢教授さんがいるということなんですね。で今回抗議文が出た時にですね、私が非常に助けられましたのが、2年前官房長官会見に同じように出席し、これ歴代の官房長官会見とは全く異質な空気ができてしまっていると非常に危機感を持っていたのは、当時の朝日新聞政治部の南明記者でした。でこの南君が昨年の7月から朝日新聞から新聞漏洩の今委員長として出向しています。で新聞漏洩委員長の立場でこの抗議文が出ているというニュースを見た瞬間、その抗議文というのを官邸から取り寄せまして、すかさずねこのような文章を官邸が記者クラブに出すということそのものが知る権利報道の自由への弾圧であるという厳しい、ね、新聞漏洩としての批判声明というのをすぐ発表してくれました。でこれを受けてテレビ新聞各社が次々と、官邸抗議文に新聞漏洩が抗議声明ということをニュースにして、もうどんどんいろんなところが報じてくれるという流れが始まりました。また共同通信の須波さんというね社会部の記者さんは自ら菅さんの会見の場に乗り込んで、なんであのような抗議文を記者クラブに貼り出したんですかということをビシッと追及してくれた。でその後彼は160秒ぐらいの大型の批判記事を書きました。でこれが次々と全国地方紙13時にババッと掲載されました。でこれを受けて、地方の、北海道新聞、また中日東京新聞、朝日新聞、毎日新聞、それから沖縄でいうと沖縄タイムズ、琉球新報等々が社説でも今回の抗議文、質問制限、妨害行為について厳しい批判というのをドドンと続けてくれたんですね。でこの流れを受けまして、市民や弁護士、記者の OB、OG、また救助の会、もしかしたらね今日この会場にいるどなたかもやっていただいた方がいるかもしれません。市民の方々がたくさんですね、官邸やクラブに対して批判の声というのを届けてくれたという流れが2月からブワーッと続いていきました。でここでね、だんだん会見がね、菅さんが批判されるようになりましたので、官邸会見の空気がじわじわって変わってたんですね。で私はこれだけね、野党からも追及されてるし、この1年半以上に続いてきた質問関係に質問に移ってくださいって、上村さんのね質問妨害、これはもうさすがにねやむやろなと思ってたんですね。しかし、ね、国会でねガンガン追及されて、メディアにもガンガン批判されてる時も、質問関係に質問に移ってくださいってやるわけですね。私はある日納得がいかなくて、なぜこれだけね野党やメディアでも追及されて批判があるのに、この質問妨害が止まらないんでしょうか、聞いてる横で質問に移ってくださいというわけですね。すごいことだな、一体何が起きてるんだと。これまたね水面下で政治部を取材しましたら、もうこの当時は、やはりねもう国会にも散々批判されてましたから、菅さんの秘書官とか元秘書官とか番記者とか元番記者たちが、さすがにこれだけ注目されてる時にね、望月さんだけあからさまにね質問かけずに質問に移ってくださいってやってると、これもういい年した菅さんみたいな大人が自分よりちょっと年下のねなんか女性記者をなんかいじめてるようにしか見えないと。でこれは絶対菅さんにとってもイメージダウンですから、やめた方がいいですよっていろんな方が手を返しながら言ってくれてたらしいですね。しかしまあその言われている当の菅さんが、いや俺はあいつが嫌いなんだ全然聞く耳を持ちません、アンコントラブでございますっていう、その瞬間にね、私はそれまでは官僚が忖度してやってるだけかなとずっと思ってたんですね。あ、そうじゃないんだと。妨害も制限ももうその本元ね、大元やっぱり菅さんが指示してるんやなということがよく分かった出来事でした。で結局ねこれ妨害が全然止まらなかったんですけども、これにも負けてられないということで、南さんはじめ新聞漏洩、それからミック、それから現役の記者たち、私もそこ参加しました。市民の方総勢合わせて600人ぐらいでこの官邸の抗議文、そしてね質問妨害制限についてデモしようと、初めてこれ現役の記者も参加して官邸前でデモやろうと、しかもホワイトデーの日にっていうことをね打ち合いたわけですね。でまあこのデモ
初めてやったんですけども、このデモでの掛け声もね、ちょっと古臭い掛け声だと若い子たちが集まってくれないかもしれないということで、シリーズのね、このラップ調のミュージックによく慣れた学生さんを呼んで、ちょっと音楽を作って Fight for Truth! Fight for Truth! 質問制限やめろ、質問妨害やめろ、抗議文撤回しろよみたいなね、こういうちょっとおしゃれなラップ調のミュージックを作って、さあみんなでやりましょう、ドワーッとこうネットやフェイスブックでババンと拡散してった。そしたらね、この314のデモの前日、この1年半以上にわたって続いてきた質問かけずに質問に移ってくださいっていうこの上村さんの妨害、これがねピタッと止まったんですね。なので私はね、やはりこの時の経験で感じました。官邸がね、こんな記者だ、どんなんとかならないのかな、文書に出してまでね、やっぱり同じように抗議をしてきた、この瞬間にやっぱり私たちメディアというのは対その権力とどういう立ち位置に立ち、で何のために何のために私たちが報道しているのかと、その原点を問い直し、やはりこの文書に対して怒りを持った記者たちと会社の垣根を越えて連帯し、そしてかつやはり市民の方々と一緒になることによってね、しっかりとこの瞬間に、その瞬間に抗議の声明アクションを起こしていくと、しっかり怒りを伝えていくということが、まあ、やはり非常に重要なんじゃないのかということを非常に学んだいい機会にもなりました。でメディアのことばっかりにちょっと、言ってしまって恐縮なんですけども、まあ、今日長いのでこれも、ね、伝えさせていただきたい。菅さんの点滴、これね、望月そこしょっちゅう言われますが、私よりもはるか前から菅さんがあいつをなんとかならんのかと言っていて目をつけていたのが、この松原文江、前元、テレ朝の経済部長でございました。でこの彼女はですね、2000年からあの報道ステーションの前の久米宏さんの、ね、ニュースステーション、あの立ち上げからずっと入ってまして、2015年までチーフプロデューサーとして100人ぐらいのスタッフをね、現場であれあれこれあれって指揮してガンガン使って、ものすごい有名な名物チーフプロデューサーでした。でこの彼女、実はですね、安保法、原発、憲法改正、次々とそれに改正に警鐘を鳴らす企画番組というのをやっていまして、実は有名なのは古田千穴時代にやったワイマール憲法の教訓という特集を報道ステーションで流しました。これ今 YouTube でも見えるので、ぜひぜひいい企画番組なので見ていただきたいんですが、これは民主的な、ね、憲法と言われたあのワイマール憲法の中で、なぜあのようなヒトラー独裁が生まれたのかということをこドイツに行って古田さんたちを検証した番組なんですね。でこれドキュメントでは最高褒章というギャラクシー大賞を受賞しています。でもともとですね、彼はなんとかね、もうガン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 報道やられるもんで、彼女をなんとか取り込みたかったというふうに言われています。でかつては、ね、秘書官たちにあいつとお食事ができないか、お食事で取り込むのがすっごく得意らしいですね。で今回あの大臣にはならなかったんですけど、あの愚か者めって言った三原純子さんいますね。彼女もともと実は石破派なんですよ。で石破派に行ってもうちょっちょ安倍さんの悪口ばっかり言ってた。それがある日突然ね、菅さんとお食事をしたらしいんですね。でそこでおそらく何か副大臣とか政務官ね、何かのポストをちらつかされたのがコロッと安倍氏に変わっちゃったんですね。で非常に人の取り込み、人だらしでうまいと言われてます。でこの時も松原さんと食事ができないかなとかってやったらしいですね。だけど彼女のね、もうこれ彼女の性格をよく知っているあの官僚たちが、いや彼女というのはもう根っからのね、このジャーナリストですから、菅さんがお食事した瞬間にね、録音機をピュッとこう回る録音機を押されて、で次の日全部その会話がね、トップニュースになっちゃう、絶対やめた方がいいですよって止められて、お食事ができなかったと言われる人なんですね。でこの彼女、まあ、何とかしたかったんでしょう、ね、この今のテレビ朝日の早川会長が2015年にテレビ朝日の番組審議会の委員長に、先ほど言った、ね、山口記者が総理という本を出した、この出版社の社長、幻冬舎の健城徹さん、これを審議会の委員長に就任をさせました。でこの時からですね、外部審議会の意見として慰安婦報道を、ね、朝日新聞みたいに書けばいい、やればいいとでも思ってるのかとか、安倍政権を批判してればこの番組は成り立つとでも思ってるのか、こういうね、まあ、安倍さんの対応演談って自分から言ってる方ですからね、こういう批判をガン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 審議会の委員会の場で言うようになるんですね。でこのことが影響して、その就任した2015年の末、松原文江さん、これまで彼女がいなくてはやっていけないと言われてた方ですけども、経済部長に、法制のチーフプロデューサーから経済部長に更迭をさせられます。それから当時辛口コメンターで有名だった江村純一郎、朝日新聞の論説委員も降板に追い込まれていきます。でこの流れと相まって、 I am not Abe と言っていた小川重明さんも降板ということに追い込まれていったんですね。でこういう方、まあ、こういう影響があるので、今非常に特に幻冬舎健城さんの意向というのが強く働い
ていて、あの浜紀子さん、ああいう方々も出すなという結構あからさまな指示が出ているということです。ということでですね、まあなんとかしたいと思って、でもまあ経済部長だったんですけれども、この彼女が実はですね、今年に入ってあの経済部長という立場で麻生さんの年金問題2000万足らないんだよってね言って、あの年金問題、あの時も自らあの大臣会見に乗り出して厳しい質問をバンバンバン麻生さんにやってました。でかつおそらくこれが大きな引き金になったというふうに私が思っているのが、民法連の憲法改正に関する CM 規制、これ実は今の民法連は CM の規制というのは表現の自由があるから書けないということを掲げたんですね。でこれ実は2代前の民法連、広瀬さんという会長の時はやはり軍資金を持ったところがね、憲法改正についてガンガン CM を打ってくると、それだけで民意が憲法改正について操作されてしまうと。だから一定の規制をかけるか否かをしっかり議論した方がいいということでとどまってたんですね。それが2つ会長を隔てて、今の大久保さん、読売新聞政治部出身のね、元日展の社長会長やってた方ですけど、この大久保さんという方と同じく、読売新聞政治部の人が芦原さんという事務局長、この事務局長会長コンビになった瞬間に突然一定の議論が必要だと言ってたのが、表現の自由があるから規制はいらないって言い始めたんですね。でこのじゃあ民法連のねやり取り、理事会で決まったと言ってるんですけど、どういうやり取りをしたのか、議事録を出してください。彼女はなんと自ら民法連の会見に乗り込んで追及したんですね。そしたらね、議事録はございませんって言って、じゃあ本当にどういう、これだけ重要な議論がねあったのにどういう議論があったかわからないということは示しがつかないんじゃないですかと、市長に対してね。でかなり厳しく追及してたらしいんですね。なぜこれだけ重要な議論を勝手にね理事会の中だけで、しかもこの議論の議事録も出せないようなやり方で、報道の自由、表現の自由などと言ってるんですかと、ガンガン追及してたんです。そしたらね、どうもこれがテレビ朝日の幹部に目をつけられた。お前あの民法連の会見に行ったらしいじゃないかって言われたんですね。ということでこれが引き金になったんではないかと私は思ってるんですが、最終的に今年の、まあもう決まってしまったんですが、8月末経済部長さらに更迭されまして、デジタル戦略部長、新設のポジション、なんと部下は一人もいないらしいんですけど、そこに編集外に出されてしまうということが起きています。でこれまあテレビ朝日の現場ではうわっと、あれだけねあの優秀な松原さんを全く編集の外に出したと、つまりねこうやって安倍政権に逆らうような安保原発憲法改正、こういうことを松原みたいにやってたらいずれお前たちもこうなるぞと、つまり更迭萎縮人事を幹部、特に早川さんがやろうとしたんじゃないかということが今言われています。で実はこの松原さんがあの繰り返し、企画番組でも伝えていたのが、今自民党がね会見総合の一個として言っている緊急事態条項の創設で、これはまあ外部からの武力攻撃、社会秩序の混乱で国会が機能しない場合、権限を内閣に集中させようという法律です。でこれは緊急時における基本的人権を基本的に全て制約させられる。また内閣が法律と同一の効力を有する政令を制定できると。でワイマール憲法に詳しいドイツの教授からすると、今の自民党が出している緊急事態条項、この中身を見ると議会や憲法裁判所のチェックが非常に不十分だと。でなぜ首相にここまで権限を全て集中させる必要があるのかと疑問でした。日本にはすでに災害対策基本法というものがあり、本当にねこんなものが今の日本に必要なんですかということを言っています。で実はワイマール憲法下でヒットラーが独裁政権がガンガン進んだ、その一番大きなきっかけとなったというのがこの緊急事態条項と非常に似ている全権委任法と。でこれができたことによってあのヒットラー独裁がどんどん巨大化していたということで、やはりこれにも異議を申し立てていたということです。で安倍さんの事実5人、まあ救助ね、今回のまあ組閣人事見てももうね会見のもう論客と言われている江藤誠一さんをね大臣にしたいとか、あの改正推進本部長にも細田さんを置いたり、とにかく何が何でも憲法を改正したいという人事がにじみ出ています。でちょっとこの救助についてもお話しさせていただきます。よくねこれまで安倍さんが地方の遊説等々でも救助参考可見の根拠として言っていた理由にこれがあります。ある自衛官の方がその息子さんから、お父さんって憲法違反なのと、その時その息子さんは目に涙を浮かべていたと言います。だからこそ皆さん、球場にしっかりと自衛隊を書き込みましょうってやってたんですね。でこのことに関して、北海道出身の本田平直さんという立憲民主党の国会議員が国会で追及をいたしました。
で彼は自分が小中学校時代自衛隊の駐屯地のすぐそばで育ったらしいんですね。でその時に自分の周りにお父さんが自衛官だよっていう友達がすっごく同級生で多かった。でその同級生の誰一人として小中学校時代ね、いや俺の親父ってさ憲法違反なんだよなって、こういう話をね言ってた人はいませんでしたと。で教えてくださいよ、一体いつの時代の話なんですかって聞いてますね。でこれ国会の中継のやり取りね、もしかして皆さんね見た方もいると思うんですが、この瞬間に安倍さんまた顔パーッとね、加計孝太郎さんとの関係を福島みずほさんに追及された時と全く同じようにパーッと真っ赤にしてね、あなたね本田さん今とってもあなた失礼なこと言いましたよ、あなたあれでしょ、私が嘘ついてると言ってるんでしょ、嘘だと言ってるんでしょ、あなたそれはこれこれこれ本当だったら本当だったらどうするんですかって言ったんですね。でこのねやり取りを見た瞬間皆さんも思ったと思います、私も思いました、あまた安倍さん嘘ついてんなそしたらですねこの2日後インターネットでね、元自衛官小田邦夫さんのインタビュー動画というのが出てきました。でこれ元自衛隊の空将の方なんですが、今76歳ぐらいの方です。で2017年8月号の正論に彼は寄稿してまして、そこにね自分の子供が小中学校時代に自衛隊は違憲なんだと、だから自衛官は悪い人なんだと言われてね、言われたと言って涙を流された。最近さそれをあるところに書いたらさ、安倍さんが今そのフレーズを使うようになっててさ、あっあっあっこれ彼はね今76歳の方ですから、自分の息子が小中学校時代と言ったら一体何十年前のね、何十年前の自衛官の話をあたかも今の自衛官が言われてるかのように使い、だからこそだからこそ皆さん自衛隊は憲法にしっかりと書き込みましょうって言ってるのかという疑いが出てきてる。なんで今回参院選ではね散々批判されたせいかピタッとねこれ言わなくなりましたね。ちょっとね、息をするために水を飲ませていただきます。何で喋りすぎて息をすること忘れちゃってるんだね。水を飲むと息をする。そして今年の2月24日、辺野古の埋め立てに関して県民投票で7割が拒否と、辺野古の埋め立てノーという明確な民意が示されました。でこれに関しては昨年の5月、元山仁志郎君というね一橋大学の大学院生が県民投票の会というのを立ち上げまして、辺野古の埋め立てに関して一人一人が一票一票を示すべきだという立ち上げなんですね。でこの瞬間は普段は彼をね支援してくれるようなリベラル派側の大人からもね、こんなことやってもね、それこそ辺野古の埋め立てを強行で、ね、やろうとしている、その政府からすればね一定の容認派というのが出てきたらそれこそその政府のね材料に使われかねないと、県民投票なんてどんな結果が出るか全然わからないんやから、こんなことは危ないからやめた方がいいと、だからねリベラル派側からも右派からも総攻撃にあったらしいんですね。だけど本山君、いやいや違いますと、政府はね普段は菅さんも安倍さんもね国会でも官邸でも選挙こそ民意だなんて言ってるんですけど、デニーさんはね7万票という大差でね圧勝したんだ、しかも辺野古の埋め立てノーという明確な民意を掲げてね、そしてそれによって大勝した。でこれ彼が勝った瞬間にね、選挙はさまざまなことが争点になっているなんですね。争点をずらしてね、デニー、先町知事選でね見せた我の民意に真正面から向き合おうとしないと、であるならば今回はこの辺野古の埋め立てという これに争点を一個に絞って一人一人の県民の一票を示すべきだということで、一生懸命これ街頭演説を始めまして、だんだん1ヶ月後ぐらいから地元市とかね、地元のテレビ局がこのことを取り上げてくれるようになりました。でするとですね、徐々に遠くの離島にいるようなねおじいちゃんやおばあちゃん、また中には体の不自由な方々、中には生活保護を受けてね自分の生活も相当大変だというような人までね、みんなが署名をいっぱい集めて持ってきてくれたと。で自分はこういう体でね大したことできない、だけどね、あんたみたいな若い方がね次の沖縄の世代のためにね今体を張って戦ってくれる、これに本当にねニュースで見てもう涙が出ましたと。大したことができないけれど施設にいるみんなから署名を取ってきたよ、あんた頑張るんだよと、もうおじいちゃんもおばあちゃんも高校生も大学生もみんながねこの署名集めに奔走してくれた。でトータルなんと9万3000筆もの署名が集まって、見事県民投票の実施ということがドンと決まりました。しかしこの決まった直後から石垣宜野湾うるま、菅さんの息もかなりかかっていると言われていますが、この
母市の市長が市議会の決定を受けて県民投票への不参加ということを次々と表明します。で、一時期は3割の方が民意を示せないという状況に追い込まれてしまったんですね。で、本山君自身が宜野湾の市民なんですけど、彼さえもね、宜野湾市長が、不参加を表明しましたから、彼さえも一票が投じれないということに追い込まれてきました。で、この瞬間にもう彼はね、インタビューに行きましたけど、本当にもう絶望の淵に立たされたと。あれだけ多くのね、人たちがいっぱいいっぱい署名を携えてね、自分のところに頑張って署名を持ってきてくれた。で、その瞬間にもう持ってきてくれたおじいちゃんおばあちゃん高校生大学生の顔がね、走馬灯のようにぐる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 駆け巡って、もうどうしたらいいのかと、本当に途方に暮れて、もう絶望の淵に追い込まれてしまった。どうしよう、どうすればいいんだと、ここで諦めるしかないのかと思っていた瞬間に、あ、そうだ、あっと思ったのが、かつて、自分が尊敬してきた沖縄の先人たちが本土との戦い、そして米軍との戦いの中でやってきたあのハンガーストライキ、ハンストというあの手段を今度は自分が次の沖縄のためにやってみようと、ふと思い立ってハンガーストライキを行いますということを決めたんですね。で、これハンストが始まって以降、次々とテレビ、新聞、ネット、ニュースでガガーッと取り上げられました。で、全国から市民の方々の批判が殺到した。どういうことかと、市役所とかね、五市の市役所、市議会に市民からブワーッと批判が殺到した。で、私もね、このニュースを見た瞬間に、一体ね、どこの独裁国家の出来事かと、一人のね、若者がですよ、一票の権利を勝ち取るために、抗議のハンストをやらなきゃならなくなっている。これが本当にね、民主主義なんて言われている日本で起きていることなのかと、とんでもない状況になっているときに思いました。で、多くの憲法学者等々もね、この行為そのものがね、憲法14条にある法の下の平等に違反するということで、県民投票に対する不参加ということにガンガンと批判が集中したんですね。で、この当時私は沖縄でずっと取材をしてましたので、ニュースにはでもなってましたから、さすがにこのことをね、騒がれてるから番記者がね、菅さんに1個か2個は聞いてるだろうなと思ったんですね。で、官房長官会見を動画で毎日毎日チェックをしました、沖縄から。そうするとね、これね、みんな聞けるのにシーンとしてこのことには触れようとしないんですね。ああ、おそらくね、このこと聞いたらまた菅さん沖縄絡みだからね、また望月にやるように切れちゃうかなとかね、辺野古は唯一の解決策、またいつもの延々としたね、長ゼリフ聞かされるのかなって、どういう思いがあるかわからないんですが、一番前にいる番記者はシーンとして聞かないわけですね。で、私はやっぱりこれをね、沖縄で見ながらね、そうかそうか、それならばと、この菅官房長官とね、何のしがらみもないこの私目が聞いてみせますよと言いまして、重心に戻りました。翌日午前からね、バーンと会見場に乗り込みました。署名を集めた27歳の本山さんが、そのかけずにって、この時はもう妨害がヒートアップしてまして、大体主語が終わると妨害が始まったんですね。署名9万人の声を無にしたくないと、市役所前で抗議のハンストを始めてます。そのかけずに東京の参加は法の下の平等に違反するが、若者がハンストで抗議の意を示さざるを得ない状況について政府の認識をお聞かせください。そしたら政府の認識を聞いてるのにね、菅さん、その方に聞いてくださいよ。その方に、はい、終わりますって打ち切られたんですね。え、すごいこと返したなと思いました。で、それ以上ね、追及できなかったのに外に行った。で、その後このやり取りをインターネット上で市民の方が見つけて文字起こしして、これネット上にアップしてくれたんですね、ツイッターで。で、これを見て本山さんがすかさずこれをシェアしてつぶやいておりました。投票権を今奪われたことに体を張って抗議するこの私を嘲笑い、政府の認識を本人に聞けとは一体どういうことなのかと、日本それ政府はどれだけ冷酷なのか、こういう政府を選んだ方々も一体どう思うだろうか、つぶやいたんですね。で、このつぶやきが日中にもかかわらず数時間でなんと7000リツイートに膨れ上がっていた。で、私も同僚の記者から、いや、もう続きお前の質疑はとんでもないことになってるよ、見てみなーって、見てみたらね、うわ、7000リツイート、しかも本山君がこんなに怒ってると、よし、もう一回言ってやれ。普段はね、午前午後1日2回会見してるんですが、1日大体1回ぐらいにね、私は取材もあるのでとどめてるんですが、この日はね、やっぱりおかしいと、もう1回午後に乗り込みました。で、午前中菅さん、その方に聞いてくださいとおっしゃってました。本山君にも聞きましたしね、しかも本山君はこのように、ツイッター上でもつぶやかれておりますと。もう一度聞きますと、一人の若者がね、一票の権利を勝ち取るために抗議のハンストをやらなきゃいけなくなっていると、こういう状況になっていることについて政府としてどう認識されてるんですかって聞いたんですね。で、普段は
ですね、今菅さんの前にいるバンキシャさん、あれはね、もう歴代と違って事前に全部なるべく投げろということを要望されているんですね。でほとんど事前に質問を投げさせられる。なので菅さんの秘書官たちがみんなこの官僚答弁を作って準備しているんですね。なので会見の動画を見れば分かると思いますが、ひたすらこのね、あの官僚が作った文章を読み上げています、大体。で私、普通は社会部記者として事前に相手に全部質問を投げてしまうということもまずまずありえない行為なので、私はね、社会部的にその場その場で聞いております。まあ、しかしながらこの時はね、午前中にも1回聞いてますから、午後もう1回突っ込んだら何らかのね、踏み込んだ彼なりの政府としての見解を言うと思ったんですね。で、どう思うんですかって突っ込んだ。さすがさん、それは沖縄のことですから。え、それだけ？はい、終わりますって終わっちゃったんですね。沖縄のことですから、びっくりしました。さあ、その後ですね、菅さんがまたあいつが俺に余計なことを聞いてきやがった。俺のこれから始まるめでたい言語発表のめでたいあの会見の場だけにはあやつを来させたくはない。自分の自己紹介しますね。まあ、よくね、望月祖子、これ祖がね、読みづらいと言われるんですが、3年前に急逝した私の母が、死因の萩原作太郎がもう大好きで、まあ、その作を取って、初めはお医者さんにね、この子は元気な男の子ですね、お母さんって言われてたので、望月はじめくんだったらしいんですけど、お腹から出てきたら、あ、このチンチンがないわよと思ってね、急遽いいとこをつけて、女の子らしくしたと言ってました。千葉神奈川トータル3年取材をしまして、2004年から東京本社の社外部勤務になります。で当時あの東京地検特捜部、田中角栄ね、元首相をね、ロッキード事件で逮捕した特捜部担当希望いたしまして、2004年から特捜部担当になります。でこの時にですね、あの特捜部いろんなネタを当時内偵捜査してたんですが、そのうちの1個に、歯医者さんにある政治資金団体である日本歯科医師連盟、これ全国にあるんですが、日誌連というところの闇献金疑惑というのを当時の特捜が内偵したんですね。でこれを割と早い段階でキャッチをしまして、ガンガン、ね、関係者を取材してた時に、これまたラッキーなことに、この日支援の自民党の中堅から大物議員に対する裏献金疑惑リストの一覧表というのを入手いたしました。でこれは大体ね、スタートは1000万から始まるんですが、1000、2000、3000とブワーッと積み上がっていって、一番多いところで橋本早の裏献金小切手1億円というのがありました。トータル20数人の、ね、議員の名前がずらーっと出てたんですね。で当時はこのリストとその幹部の証言がありましたから、なんとか議員に1000万裏献金か、なんとか議員に2000万裏献金かと、もうバン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 一面で書いておりました。でかつですね、新聞記者のイロハと言われる夜内朝掛けというスタイルで、ハイヤーを使ってずっとね、ぐる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 特捜部の幹部関係者回っていました。夜中の12時過ぎね、特捜部に、おい今みんなで飲んどるから来れるのかって言われると、あ、今すぐ行きますって言ってね、パジャマから普段に着替えてバーッと駆け込んで、午前1時過ぎに銀座の街に繰り出して、お疲れ様でしたってこうビールを注ぎながらね、あーでもないこうでもないって話に耳を傾ける。4時ぐらいまでね、この飲んべいに付き合って、お疲れ様でした、今日また頑張りましょうって送った後、今度はね、こんな飲んべいじゃない規則正しい生活をしている特捜部の幹部が毎朝6時にこの公園の 前を通りかかります。これこう散歩のコースがあるんですが、4時に見送ったら今度ね、寝て待ってもらったハイヤーさんに今終わりましたってまた来てもらって、また6時になんちゃら公園の前に行ってくださいバーッとハイヤーを走らせて、あの幹部がね、歩いてくるのをずっとブルブル震えながら冬空の下で待ってると、もう24時間365日幼稚朝がけハイヤー生活ずっとこれ1年半やってたんですね。そしたらですね、これ1年半後、私が我が社の自動車部幹部にある日呼び出されます。なんかお前、いろいろ噂があってね、お前のハイヤー記録を調べたら、お前ほとんど家に帰ってないではないか。しかもね、お前のハイヤーは念のためちょっと開けてみたらね、なんかお布団と枕セットが後ろから出てきたと、お前雲の中で生活してんのかと、バブル期でもないのにね、ハイヤー代を使いすぎだと大目玉を食らいまして、そこからですね、整理部というしばらく内勤の仕事に、ね、行くことになったわけですね。この整理部というのは現場が書いてくる記事を見て、しばらくトップ2番でこれ、3番でこれ、囲みで行こうと、ニュースの価値を判断し、見出しをつけ、レイアウトを作っていくという、ね、こういうセクションです。で初めは8時間ずっとね、コンピューターの前で座って作業なんで、これだけでも結構苦痛やったんですけれども、それでもね、日々いろんなニュースを読んでると、もうそれまではもう事件事故、政治家の汚職とかね、こういうことしかほとんど関心がなかったんですが、あ、やっぱりね、世の中は事件事故だけではダメね、国際部のニュースがあったり、経済のニュースがあったり、教育問題、時にね、家族の囲み話、あったかい人物話
があったりね、やっぱりいろんなニュースが詰まって一個の新聞というね、あったかい商品をね出すことができるんだなと、まあ、いうことを学んだね、すごくいい時間にもなりました。まあ、しかしこれが1年半と経ってくると、やっぱりね、また現場に出てね、いろんな市民の声聞きたいなと、政治家の汚職問題もね、追っかけてみたいなという思いが徐々に強くなりました。でちょうどちょっとね、当時悩んでる時に、かつてこのスクープを書いて目をかけてくれていた他社が数社あったんですね。でその中で一番私のね、このしつこい事件に対するしつこい取材姿勢を非常に買ってくれてて、まあ、なおかつ先輩の記者でも非常に馬があったのが、何を隠そう、これがですね、実は読売新聞社だったんですね。いろいろ悩んだんですけどね、やっぱりね、読売の先輩が一番この自分の性格をよく知った上でね、いやお前ならね、この読売新聞社会部来てもガンガン現場を取材してね、どんどん事件事故いろんなニュース書けると思うよと、早く社会部に来てね、ガンガン仕事をしなさいと言ってくれてるなと思いまして、まあ、実は悩んだ末に読売新聞の転職試験を受けまして、1次2次3次面談筆記をクリアして合格通知をいただきました。で最終的に本当にね、読売に1回行かないかの最終判断を言い渡してくださいと言われていたこの前日、これもね、8年前に他界してしまったんですが、当時生きてた私の父にね、お父さんにね、一言言っといた方がいいかなってふとふと思ったんですね。でこの父というのが、まあ、昭和24年生まれ、団塊の世代の人で、もうとにかく非常に元気でアグレッシブ、今日ね、会場にいる皆様と 何人かのこの面影がかぶってくる方々がいらっしゃるんですけども、とにかく元気でアグレッシブ、普段は会社員の仕事をしながら週末になるとね、全国の労働争議の支援活動に駆けずり回っているような人でした。でこの父が小さい時から私にね、いそこ、お前の人生っていうのはお前のもんだと、お父さんは小さい頃からね、親にああしなさい、こうしなさいと言われて、それにね、何一つ聞かずにね、俺はこうやると決めてね、道を歩んできたと。で結果としてね、それでよかったと思ってると。お父さん、お前が決めていく道にはとにかく反対するってことはまずまずないから、よっぽど、まあ、悩まない限りはお父さんにお前相談するなよって言われてたんですね。なんでそれまで進学も就職も父に相談するということはまずまずありませんでした。しかしね、この読売の内定通知をもらった瞬間に、ふとですね、6年前ぐらいに父が東京新聞行くねって言った時、喜んでた顔がね、ポカーンと浮かんだんですね。お父さんにもね、会社変わること一言ぐらいは言っといた方がいいかなと思いまして、父に、当時父が仕事をしていた渋谷の近くのおでん屋さんに父を呼び出しまして、お酒を飲みながら、いろいろ悩んだんだけど、そろそろ現場に行きたくて、読売新聞に行くことに決めましたって伝えたんですね。そしたら父ははじめ、そうなのか、分かった、頑張れよ、お前頑張れよと言ってくれたんですが、そこからですね、ビールが終わって大好きな焼酎が始まって、1時間、2時間ぐらい経った時のことです。やめますわ私なんてね、すぐ素直に聞くような娘ではなかったんですけども、この時の父のっていう一言が妙に心に引っかかってしまいまして、結局眠れない一夜を過ごして、次の日読売人事部さんに、もうちょっと東京新聞で頑張りますと言って、お断りしたということがあったんですね。で今思い返しても、あの時のね、あの父の一言がなければ、私は今頃やはりもう読売新聞の記者になってたと思います。でするとですね、まさかその後、子供を産んで巡り合うと思っていなかった、第二次安倍政権による武器輸出解禁、この動きに関しましても、我が東京中日新聞は戦後憲法9条を柱に戦争しない国づくり、でこれを支える、メディアでどうあるべきかということを掲げてきましたので、もうガンガン批判的な記事を一面や解説等々で書かせていただきました。でこれは私たち多くの新聞メディア人というのは、皆さんがご存知の通り、太平洋戦争の際にはですね、体制翼賛会的になり、で日々大本営発表にのっとった報道をひたすら繰り返し、でこれによってどんどん部数を拡張させ、で結果的に、ね、多くの罪なき市民の方々を私たちが戦争の傘下に、ね、扇動していってしまったという、こういう大きな負の歴史を、新聞は抱えています。で同じようにですね、二度と戦争に手を貸すメディアであってはならないということをやはり肝に据えておりますので、この輸出解禁の道のりについてもね、もうガンガン批判的な、記事を書かせていただきました。でこれがですね、もし読売に移っていた場合は、これはもう武器輸出に関しましては今の第二次安倍政権と全く同じ論調でして、日本の武器輸出を、武器技術をより高めていくためには、海外にどんどん日本
本の武器を売り、そして海外とともに共同開発を進めるべきであるという、まあ、こういう論調ですので、おそらく同じように防衛省や防衛企業を取材しても、今私が思うようなタッチでね、記事を書かせていただく、これはまずまず一本も許されなかったと思います。それから読売の場合はですね、今私がやってるようなSNS、Facebook とか Twitter なんかを使って、読売新聞社という肩書きを持ちながら取材の現場でこう思うとかね、今の政治のここはおかしいということを、まあ、個人的に発信してつぶやかせていただく、これはね、今でもまずまずまだ認められていないと聞いております。それから読売新聞の場合は、今日私のようなですね、この一社会部のこの BBA の記者がですよ、今日のように多くの市民の方々を前に取材の現場からこう、今の安倍政権ここおかしいみたいなことをね、もう身振り手振りで全身で表現させていただく、こんなことはね、まずまず読売の場合は認められて以来と聞いています。仲のいい同僚の記者に話しますと、いやお前今頃こっち来てたら速攻クビになってたと思うよということで、今日ね、この会場の空の上から、亡くなった父私の広瀬さんが、いいそこおめえようやく父ちゃんの気持ちが分かってけーってつぶやいてるじゃないか、まあ、今でも感謝してます。まあ、それを埼玉支局に、ね、復帰させていただきまして、まあ、とにもかくにも一番社会部記者人生が長いんですが、やはり私たち社会部記者がとにかく生涯を通じてやり続けなきゃいけないことは、時の権力者たち、また時にその捜査機関側が今何を最も隠そう隠したいとしているのか、これをとにかく取材によって突き止め、明るみにし、世の中の方々に伝えていくということが私たちがやらなきゃいけないことだと思っています。で、以降、まあ、4年以上にわたって武器輸出ということと、特に今トランプ政権との間で進んでいる米国製兵器の爆買いという流れを取材しています。で、今回令和の元号発表の後にお祝いという名目でトランプご夫妻が日本にいらっしゃいました。で、この時非常に分かりやすかったのは、夫妻が視察した場所は護衛艦加賀、ここを視察したんですね。で、実はこの護衛艦に関しては昨年の12月出雲加賀等の空母化、自主的な空母化ということを政府が閣議決定をいたしました。で、これまで護衛艦の空母化は歴代政権が、この空母化というのは専守防衛の理念を逸脱してしまうと、つまり、攻撃能力そのものの保有に当たるということで、歴代政権が否定してきたことなんですね。これをあっさり昨年の12月翻しました。で、今回実はこの米軍機に対して、米軍機出雲に対して F-35B 空母化によって離発着というのを始めるんですね。で、 F-35B 離発着ができる技術を持っているのは実質的に今米軍だけです。で、これから日本とアメリカの日米軍が共同軍事演習の中で F-35B の離発着訓練をやっていくということが今打ち出されています。で、先んじて米軍機を出雲で先行利用させるということもつい先防衛省が決めております。で、これまでの、ね、前岩屋防衛大臣、あくまでも太平洋の防空強化とパイロット安全確保のためというふうに発言してたんですが、結果的に今この流れというのは、トランプに、ね、視察をさせたということも非常に分かりやすいんですが、今後はアメリカの世界での軍事戦略の中にこの空母化された出雲や加賀、これを組み込んでいきますと、つまり特に米軍の後方支援ありきで活動していくという流れにおそらく日本の護衛艦がなっていくということがやはり見えてくると思います。それから戦争好きと言われた、ね、トランプ、彼も言わないことをですね、今トランプは平気で首脳会談の場で言うようになってきました。で、つい最近もね、俺を安倍晋三がノーベル平和賞に俺を推薦してくれたんだぜなんて言ってね、その瞬間に彼のノーベル平和賞だけはないなと思ったんですが、2年前の11月日米首脳会談、突然トランプがこう言った。アメリカ製の高度な武器をもっと買ってほしいと、そうすればアメリカの雇用がもっと増え、そして日本の安全保障にもプラスになるんだって、すごいこと言うなと、なんて安倍さん答えるだろう。はい、我が日本 F-35A 戦闘機を買ってございます。グローバルホーク無人偵察機も買ってございます。質的量的に拡大いたします。買いますよ。それだけ言ってこういうと帰っていっちゃったよって感じなんですね。しかも昨年9月、実質 FTA というタッグ物品貿易協定という話し合いが行われました。で、この時もその後のトランプの単独会見でいきなり彼こう言ったんですね。もう貿易格差は嫌だと言ったら、日本は今すごい量の武器を買うことになったんだ。で、この次の日、官房長官会見でも他社の記者がね、あんなことトランプさんが言いましたけど、新たになんかね、日本はまた武器を買うんですか、
本当これタッグでは武器の話し合いはしないという前提だったはずなんですね。だけどあんなこと言ったから何か買うんですかって、菅さんが、いやそんなことはないと、これまで通り、中期防衛計画にのっとって計画的に買っていくまでですなんて言ってたんですが、この数週間後、今度は、読売新聞夕刊一面で F-35A 戦闘機20機追加発注、さらに数週間後、今度は日経新聞の夕刊一面で F-35AB 両戦闘機100機超を追加購入、総額1兆2000億円か、貿易格差是正のためにドーンドーンって見出しが続いたんですね。でこの時期も防衛省、経産、外務省、いろいろ取材をしてますと、去年の5月、アメリカのホワイトハウスではトランプの意向に沿って日本への関税、自動車関税 2.5% を10倍の 25% にしようということの検討が始められていると、この記事がドーンと米国紙にドーンと載ったんですね。でこの瞬間に官邸に激震が走る。うわーと、日本の今の、ね、基幹産業である自動車産業に10倍の関税をかけられたら、これもうたまったもんではない、いやトロトロトロ、それだけは、いやトロトロ、それだけは、それだけはおやめくださいと、その代わりその代わりもっともっと武器を買いますから、まあ、今回 の茂木さんが頑張ったのと言われてますけれども、ね、なぜかトウモロコシの、ね、大量購入というのが決められてしまいましたけど、今はですねやはりアメリカの関税交渉の道具として取引的な、ね、関税をかけられない、これを避けるための材料として武器の米国製兵器の爆買いということが続いてしまっているというふうに言われています。で実は F-35 戦闘機、これ初めてですよ、日本で墜落しましてパイロットの方が亡くなられました。で実は昨年アメリカの米国会計検査院は F-35 に関して100以上もの不具合、問題点があると厳しく指摘しているんですね。でこれを受けてドイツやカナダ、イタリアでは今これ大量購入の見直しということを政府が決めました。しかしながら初めて墜落した日本では、いえいえこれはあくまでもパイロットの操縦ミスだったということにしてまして、そのまま計画的に147機これから購入をしますと。今 F-35 の戦闘機の最大の世界の買い手国は日本になっているという状況です。でこれはおそらく、兵器の購入だけ1兆5000億円で、この場合技術支援費とか維持費にものすごくお金がかかりますので、総額で6兆5000億円を超えていくと言われています。ということで今防衛予算、防衛兵器の購入と合わせてガンガン上がっていますが、今年の夏概算要求で過去最高5兆3200億円を突破いたしました。でこれは昨年の概算要求と比べても700億円以上アップで、特にイージス・アショアこれ2機配備をするということを決めてますが、これ配備先もね発表されたら秋田と山口、なぜか菅さんと、安倍さんの協議なんですね。でこれ置くところも非常に、私も現場に行きましたけど、中にはこう住宅とか学校が密集している場所があるんですね。でイージス・アショアは非常に強力な電波を出すと言われてますが、これが実際人体に当たった場合どれだけ害が出るかということを開発したロッキード社もしっかりこれ説明できてないんですね。もともと800億円ですからなんて国会でも自衛隊だったら防衛省が説明してたんですが、昨年の春蓋を開けたらなんと2期総額4600億円超で、弾一発はものすごく高いので総額で7000億円を超えると言われています。でこれ今ねブラックバイトで苦しむ学生さんたくさんいると言われています。有償無償の、学生給付金に頼っていた学生、元学生、これ全国にあと555万人もいるんですね。でこういう方々にもし月々4万円を4年間これ4000億円あれば20万人の方が少なくとも支援できるわけですね。なぜこういうものにこそ今政府はもっとお金を出そうとしないのか。また先ほど言った出雲の改修の空母化にも31億円お金をかけます。また 35P 戦闘機、この空母化に乗せる戦闘機ですね、ここにも本機購入で846億円もの予算、税金を費やすということを決めています。でイージス・アショアに載せる SM-3 ブロック2A、これ先ほど言った最新鋭のミサイルを載せるんですが、これは三菱重工とレーセオがずっと共同で開発してきました。で日本政府これまでに2兆円投資しています。しかしさっき言ったように弾一発なんと30億円でございます。で今年の1月これ試射実験これ成功したんですが、昨年の1月は2回続けてこの試射実験で失敗をしてまして、今のところ迎撃率は 33% 以下でございます。でこんな、ね、戦争に備えるよりも今回千葉の、ね、千葉とか台風、ね、関東に当たった突発的な自然災害ものすごく増えました。で石破さんが言っているように防災層の設置こそ急務だという声もありますが、なん
西日本豪雨で非常に活躍した災害対応者レッドサラマンダー、これ1億1000万円しかしないんですが、なんと今全国に1台しかないという状況でございます。ね、米国製兵器バンバカ買ってますから、これまでね、兵器ローン横ばいの2兆2011年度まで2兆9000億円でずっと抑えてたんですね。しかし安倍政権がガンガンもうトランプにね言ってバーゲニングなんて言いながら買っちゃいますから、この8年間でなんと2兆4000億円アップ、来年度はなんと5兆3200億円を突破いたします。つまり年間の防衛予算とほぼ同等の兵器ローンを私たちは今次の子供や孫の世代につけ回してしまっているという状況が生まれています。私たちの、ね、市民の生活をより豊かにするために一体どちらにどれだけ、ね、お金を私たちの税金をかけに行くべきでしょうかということをやはり皆さんと考えていってほしいと思います。そして安倍政権が今進めているのは南西諸島へのミサイル部隊配備という流れです。沖縄本島に部隊を置くということと同時に地対空誘導弾の大きなミサイル部隊の創設というのを南西諸島で今次々と始めようとしています。庁舎建設には700億円お金が投じられていまして、配備が決定した宮古島には大きな弾薬倉庫が置かれます。でしかしながら水質汚染対策が非常に不透明で、宮古島というのは平地なので何よりも逃げられるような核シェルター施設が作れないというふうに言われております。でこれ実はミサイル防衛に関して一言ちょっと難しい戦略なんですが簡単に説明したいのが、実は2012年の12月アメリカ国防大にいるトーマス・ハメスという教授、これ元海兵大佐なんですが、彼がオフショアコントロール戦略というのを大々的に発表いたします。でこのオフショアコントロール戦略というのは今でもアメリカの国防総省の大きな基本戦略概念の一個として位置づけられています。でこれどういうものかというと、アメリカと中国が全面的な戦争をした場合、これどちらの両国にとっても壊滅的な状況に追い込まれてしまうと、この状況になることを避けるために中国と海域を接するアメリカの同盟諸国がその海域上で限定的にアメリカと共に戦争を行う。でこの戦争によって中国は軍拡を非常に進めているので、一時的には中国が勝つかもしれないと。しかし勝ったところで国際的な批判が続き、しかもさまざまな経済封鎖が行われ、やはりこれ以上の領土拡張は中国にとっても望ましくないということを学び、現状に復帰すると。アメリカと中国は全面戦争をせずに、中国が現状に戻るというこういう戦略なんですね。これが大々的に打ち出されました。でその翌年、この発案したハメスさんがたびたび防衛省に来まして幹部と会談をしています。そしてその年の年末、石垣、宮古、奄美に2000人のミサイル部隊配備ということが正式に決まるわけですね。でこの流れを見てますとですね、私はさまざまな時に防衛省の幹部にね、結局ね、南西諸島いろんなことやってますけれど、これ結局アメリカの対中国戦略の中に私たちの日本の、ね、自衛隊やまた南西諸島の方々が組み込まれていく、それだけなんじゃないですかと聞くと、大体の防衛省の幹部が切りまして、いや、ハメスなんて関係ねえよと、あくまでもこれは日本の防衛のためにやってるんだっていうふうに言うんですけども、やはり、ね、この流れを見ればこの戦略というのは本当に日本のためなんでしょうかと。これはね、米中戦争の犠牲に日本がされようとしてしまう、されようとしているというだけなんじゃないのかなというふうに思えるわけですね。で宮古島には今年の1月行きましたが、大きな島の中央に陸自の駐屯地が作られます。来年の夏まで800人の新たなミサイル部隊が置かれます。でもともとこの島の中央は非常に重要な水源地等々もあるので、島の中央には弾薬庫は絶対置きませんと当時の若宮副大臣が何度も国会や住民説明会でも言ってたんですね。しかし今年の3月26日開設式を迎えてみますと、こちらのこのね、古墳型のこの地殻水の山、これ実は弾薬庫なんですけども、この弾薬庫がドカーンと作られてるわけですよ。で宮古島の住民からすればね、弾薬庫を作らなくて保管庫だけで、保管庫っていうのはこの白い四角型の、ね、白い建物なんですけど、保管庫を作るって言ったら、ね、あれ弾薬庫なんじゃないですかと聞いたら、陸上自衛隊の顧問が、あれは弾薬庫でございます、中距離多目的誘導弾と迫撃砲弾を配備してございますって言っちゃったんですね。でこの瞬間に今東京新聞を含め各社が報道いたしまして、これは約束違反だとバンバン書き立てました。国会で岩屋さんが陳謝に追い込まれまして、住民の理解をあくまでも、ね、説明不足だったって言ってですね、説明不足じゃなくて私は詐欺だったと思ってるんですけど住民の理解を得るために、ね、一時的には撤去しますと
説明不足だったからと。じゃあそれからね、で全部そこに入れてた弾薬をヘリコプターで全部上に島外に出したんですね。じゃあこれからどうするんですかって言ったら、これから作ろうとしてるね、ボラ七股地区、こういう大きな弾薬を作る予定だと。そこに全部持ってきますってことを表明したんですね。しかしこのボラ七股地区というのは、私も言ったんですけど、沖縄戦の時も、木山号という近くに大きな弾薬庫を作って、そこにいろんな弾薬を入れてたんですね。でそれがたまたま事故によって大爆発を起こしまして、幼い女の子、赤ちゃん、兵士何人かがバーッと死んだという、そういう記憶があるんですね。でボラ七股方の方々にとっては、あの沖縄戦の時にね、あったことと同じことをね、しかもさらに大きな地対艦、地対空誘導弾薬、そんなものを置こうとしている、また同じことをね、日本の政府がボラ七股に強いるのかと。この地区では、まあ前回1年反対決議というのが出されているんですが、これに全くやはり今向き合おうとしていない。おそらく10月着工だというふうに言われています。もう流れを見てもね、今政権中枢はもう裸の王様、国民の声、特に沖縄、福島等々の方々の話を聞いていると、被害に遭っている市民の声に全く耳を傾けよう、寄り添おうとしていないというふうに思います。疑惑に関してもね、上野政務官の口利き疑惑とかいろいろ出ましたけれどもね、とにかく第三者委員会、盛りかけ問題を含めて全く作らない、説明責任を政府が調査して発表するということがもう全く安倍政権では幹部全くなくなりました。でやはり国民に報告し、批判にも耳を傾けなければ安倍政権はね、私はいずれ崩壊に向かっていくと思います。でこの2年前、そして今回も含めてね、安倍政権、まあ2年前3年前か、小池百合子さんがトコーンと出てきてね、希望の党って出したけど、あの時は一瞬ねババッと支持率が上がってね、わあこれでね一気にね自民党政権終わるかなと思ったんですけども、安保法制不明でございます、排除いたしますとか言った瞬間からね、希望の党が失望の党みたいになっちゃいまして、あの時の衆院選もね結局自公が圧勝でした。まあ、しかしながらあの時も1万票の差でようやく自民が勝てたというのが60選挙区以上だったんですね。で今回 の、 参院選を見てても32の選挙区で、2区の選挙区で、野党の統一候補というのを立てました。やはり野党の統一候補を一本化したところは激戦の末に勝っているところがたくさん出てきた。やはり野党がしっかり連立できていれば、おそらく勝っていけるという状態は少しずつできているというふうに思います。私も2年前ぐらいからね、菅さんとバトルが始まりましたから、当時は官邸官僚なんかにインタビューに行きますと、うわーっと、望月さんと一緒にいること見られただけでね、どこに更迭されるか分かんないから、あっち行ってよなんて、本当によくあからさまにやられたんですね、失礼なやつだなって、なんかね、でもね、最近は、あ、望月さんだよね、ちょっとこっち来てくれる、匿名だよって、まあ、話をしてくれる人がちょこちょこ出てきました。で、2年前、3年前から出てきたね、森家家解散、南スーダンの日本国学士、それから裁量労働制のデータネスを全部ですね、取材をしていると、官邸を支えている側の官僚が待っているデータが意図的に野党やマスコミにバーッとリークされているわけですね。それだけやはりね、今官邸を支える官僚の中からもね、この不当な人事、まあ、文科省なんか特に強いと思いますけども、こういうことに対する安倍政権の抑圧、弾圧、それからやはりね、不正に対してしっかり向き合おうとしない、このことに対する疑念を持っている官僚、特に官邸官僚が徐々に出てきているというふうには感じています。でまたメディアとの役割もね、改めて注目されていると思います。2年前5月3日朝刊一面、読売新聞、九条参考科研と初めて首相の試験が出ました。で国会で安倍さんはね、あ、私の意見は読売新聞を記録していただければ分かります、もうね、メディアと権力は一体でございますみたいな、びっくりしました。でまた釜山総領事の森本泰孝さん、これ外交官なんですが、非常に日韓のねエキスパートと言われた方です。まあ今頃言えば全く違うね、外交をやったんじゃないかなと思うんですが、彼が産経に更迭へって出たんですね。わーっと、外交官の更迭ってそうそう聞きませんから、一体何があったのかなと思って聞きましたら、森本さんが政治部の、テレビ記者何人かと会食したらしいんですね。でその場でかなり今の安倍政権の日韓外交に対する問題点、悪口、これわーと言ったらしいんですね。そしたらその時のメモが回り回って官邸幹部にこんなこと言ってますと突き出された。でその上で官邸幹部が、あいつはこんなこと言ってやがるのか、とんでもない、更迭だ、更迭が決まったらしいんですね。もうメディアが権力のウォッチドッグどころか監視の手先かみたいになってる、本当に一部の政治部記者ですけどちょこちょこ出てきているという状況です。それからメディアトップと安倍さんとの会食、
まあね、とにかく第二次安倍政権になって、テレビ、新聞、ネット、会長、社長との安倍菅さんの会食、もうしょっちゅうやりましょう、やりましょう、もうしょっちゅうやってるんですね。で最近はね、ツイッター上で、首相、今夜もごちそうさまみたいなツイッターも出てきてますが、私がびっくりしましたのは、2年前の5月25日、前川喜平前文科事務次官がね、総理のご意向をこの目で見ましたと、あの衝撃的なね、告発会見をした、あの前日です。テレビ朝日を先ほど言った早川会長、篠塚浩報道局長、安倍首相版政治部長、この4人がなんと都内赤坂の料亭で4時間半にわたってご会食、これがですね、首相の一日の中で全く隠されることなくドーンと出てるんですね。でこれやっぱり現場で取材してる記者がもう焦ります。うわー、うちのトップが4時間半も安倍さんとご会食、もう絶対前川喜平対策話し合ってるに違いないと。で実はこの会食をしている前、その前川さんが告発する前日というのは、前川喜平が朝日新聞と週刊朝日にどうも告発記事を出すらしい、噂でもう永田町とね、マスコミにはブワーッと回ってるんですね。で私たちはうわーっと、前川の告発抜かれたらまずいぞ、前川喜平どこにいる探せみんなしゃがりきで探してた。それ文科省に関してはやっぱりね、加計学園の重学創設はそういうのご意向なんでしょうかって、もうテレビも新聞もネットもしゃがりきに取材してたんですね。このやみんながやってる前日に4時間半にわたってご会食してるわけですよ。やっぱり現場はね、うわーっとまずいと、俺こんなことやってていいのかなってやっぱり萎縮します。せめてあのタイミングでの会食はね、私はやめるべきだったと思ってます。でこれはニューヨークタイムズとか CNN に話しますと、ありえないと。ニューヨークタイムズのね、じゃあ会長社長がトランプ大統領とニューヨークシティで4時間半あのご会食、これもうそれが分かった瞬間に次の日のトップスキャンダルだと絶対おかしいというようなことを言ってました。でまあ今実は TBS なんかにもしょっちゅう会長社長とのね、安倍さん会長社長ご会食いかがでしょうか、いかがでしょうか、これ安倍さんか安倍官邸がしょっちゅうあの TBS の会長社長取り込みやりたいというふうに来てるらしいんですけど、これ今のところ TBS はもう全部お断りしてるということらしいですね。まあ、しかしながら菅官房長官とはちょこちょこ会食をしているということです。ダメじゃないかと思うんですよね。で私、まあね、質問制限どんどんひどくなりましたけれども、昨年の1月この制限がね、どんどんさらにひどくなって、あ、今の方お一人一問お願いします、あ、今の方はお一人一問お願いします、他の人が、ね、3つ4つ聞いてるときに私が1問って言われるようになったんですよ。さすがにこれはひどいと、事実関係聞いてそのだけで終わってしまうと。で初め政治部長に抗議してもらおうと思ったら、政治部にもね、あいつをいつまで来させるんだと、あんな質問は印象操作だ、菅さんの所管たちがバンバン、ね、圧力をかけてると聞きました。でまた私がそんなこと言ったらね、部長が板挟みになっちゃうだろうなと思って、あ、やめとこうと、そうだ、私にはこのツイッターという武器があるじゃないかと、つぶやいてしまえと思ったんですね。タイバー記者が3つも4つも今聞いているときでも、私だけはなぜか今、一問制限である。この一問制限の理由について、官邸広報室はその理由を何一つ明らかにはしていない。なぜなのか、ですね。さあ、その日のうち、ブワーッと市民の方が3000リツイートしてくださいまして、次の日からピタッと止まって、今、2問を聞けてます。新聞社の記者の取り込み、それからね、野党の取り込み、それから無派閥のね、自民党無派閥の取り込み、ものすごくうまいらしいんですね。で彼のそういう人たらしの性格をよく知ってる野党の議員なんかには、いや望月さん、なんか表でね、あんなプロレスみたいにやってるけど、絶対菅さんからピュピュピンピュピュピンって携帯になってね、あ、菅ですけど今夜お食事いかがでしょうか、絶対言われてるでしょ、食事してるでしょ、わかるよわかるよって言われるんですね。私がね、なんかよく言われるんですけど、今まであの菅さんらしき人からこの携帯になったこと一度もないんですけど、ちょっと、あ、そうなんだ、それ本当に嫌われてんだな。この、メディアの役割、やはり、ね、権力の監視とチェック、そして何よりも戦争させないということだと思います。報道柔道ランキング、これね、民主党の鳩山さんの時一番よくて世界ランキング11位、で安倍政権になってガクッと下がって72位、昨年今年ちょっと上がって67位、しかしこれね、今 G7 の中でイタリアよりも下の最下位でございます。ジャーナリズムとは報じられなくないことを報じることは、それ以外のものは広報に過ぎない、もうまさに、ね、そう思います。そして最後ね、救助三方加減、まあ一見ね、自衛隊書くだけなんですよってもっともそうにも聞こえますけれども、これは救助、そして2項にある戦力の保持、交戦権の否認、これを三項加減によって無力化しようとしていることを狙っているのに他なりません。救助、そして2項というのはイギリスの権利書典、アメリカの人権宣言、フラ
フランスの人権宣言、そしてカントの永遠平和のために、これまでね、人類が築いてきた理想や理念、英知を最も吸収したものが九条にあり、そしてその二項にね、最もその強い意志が集約されていると言われています。これを三項によって解決を無力化しようとしているのではないか、違憲の可能性が限りなく高いと言われている安保法、そして武器輸出等々と接吻にあり、今ね、日本はアメリカと共に、アメリカに言われるままに、戦える国に変えられようとしているのではないかというふうに思います。そしてまた陸自の多国籍軍派遣、これも正式にこれ決まりました。で今ですね、アメリカは中東やアフリカで米軍の数を減らしたいと、でその代わりに自衛隊を置いてほしいという意向を持っているとも言われています。高藤真帆さん、かつてね、イラクに人質に取られた彼女ですが、今でも中東で人道支援の活動に入っています。で彼女が今中東に行くと、もうね、中東における日本のかつての平和国家ブランドのイメージが非常に変質している。中国 CCTV、BBC、アルジャジーラ等々ではしょっちゅうですね、日米軍の世界各地での共同軍事演習、この様子がニュースで流れてるらしいんですね。で日本は平和憲法9条を持ちながら安保法制というのを整え、そして かつアメリカとともにこうやって世界の各地で軍事演習を積んでいるということがしょっちゅう流れているので、今中東における世界の、中東での日本の平和国家日本というイメージはもうガタガタと崩れてきてしまっているように言ってました。で高藤直子さん、かつて人質に取られた時言われたことは、お前は、ね、自衛隊のスパイだろう、スパイ容疑だったらしいんですね。しかし彼女は政治信条は何もありませんと、とにかくこの地で傷つける方々を助けにしただけですということを説明し、身辺調査を受けて多くの方々が解放された。しかしその後に一人の方だけが支援できてたんだけど射殺されたらしいですね。その方というのはなんと護身のために持っていた短銃、これを発見された。この瞬間にすぐ射殺されたらしいですね。でそれはね、彼女はね、はっきり言って憲法9条なんて関係ないよと、空気みたいで分かんないよと思ってたと。だけどやはり憲法9条を持ち、戦争しない、武器を持たない国づくり、これを掲げてきてね、多くの日本の国民にとって自分の身を守るために短銃を持っておきましょうですね。こういう発想する人は、まあ、一部の役割はまずまずないわけですね。でこれが結果としていかに私たち日本国民の命を守ってきたかと。同じように、ね、武器を持つ人というのは、同じように武器を持つ見知らぬ人を見た瞬間にその人を敵と見なし、その瞬間にその人の命の危険を増やすだけだと。救助、そして日光にはね、絶対にやはり彼女は手をつけてはいけないということを言っておりました。まあ、全国会でもね、安倍さん、まあ、よく言います、これ、国の形、理想の姿、語るの憲法、今こそ新たな国づくり、共に進めよう、お前に共にいる共には言われたくないわと思います。これは時の権力者たちが個人の自由や尊厳を奪ってきた、これに抵抗するために今の私たちの憲法があるんだということです。最後に九条をね、真っ赤さ司令官に提唱したと言われる茂原さんの思いをもう一度伝えたいと思います。正気の沙汰とは何か、武装制限が正気の沙汰か、それこそ狂気の沙汰だという結論は考えに考え抜いた結果もう出ている。世界は今一人の強人を必要としている。自ら勝手出て強靭とならない限り、世界は軍拡競争のあり地獄から抜け出すことはできない。これは素晴らしい強靭である、世界史の扉を開く強靭である、その歴史的使命を今こそ日本が果たすのだと。この74年前の首相の思いによって私たちの今の憲法9条が作られ、その後ね、74年後のこの長期間にわたって人の日本人も戦争に手を染めることのなかった、やはり今の平和国家日本があり続けなんだと思います。昭和はもう一度私たちが受け止め、次の子供や孫、若い世代に、ね、バトンタッチしていくことができればなと思います。そして、南西諸島、ミサイル部隊配備が進む沖縄、本当はどういう沖縄にしたかったのか、小川さん生前こう語っています。アジアのさまざまな国の人が行き来できる沖縄になればいい。どこかの国が戦争しようとしても自国民がいるから戦争はできない、平和の緩衝地帯、そんな場所にできたらいいなということです。官邸を、ね、取材している限りはやはり今の政治、一部の官邸官僚、官邸政治家、そしてそれによって利益を得る経団連はじめ一部の民間人のみによって今の政治というのが動いてしまっていると非常に強く思います。この政治を、ね、私たち一人一人の手にもう一度、政治を取り戻せるように皆さんと共に頑張っていければなと思います。そして最後にですね、中島武史政治学者の先生が、これから私たちがどういう国
館を目指していくべきかという提案をされていましたので、非常に参考になりましたので伝えたいと思います。安倍さん、そして、総裁候補とも言われている菅さん、彼らが目指している国家観というのは、新自由主義的なもの、リスクを個人化させる、つまり、ね、自己責任というのを重視して、生活保護の削減とかね、つまり自分自身の責任においてやりなさいというような価値観、そしてより支配の体制はパターナル、支配的な、ね、メディアや市民、そして官僚たちをコントロールしていくという、パターナル主義的な支配、そしてリスクの個人化という、この大論証言に今、国家の方向が進んでいると。でこれに相対立する非常に国民にとって分かりやすい受け皿を作っていくためには、やはりこの第二証言に向かっていくべきだと。で、それはね、より LGBT 含めリベラル多様な価値観、重度障害者を含めたその様々なリスクを抱え、社会ではなかなか生きづらい方たちを支えていくリスクを、生活保護費の方を含めてですね、と弱い立場の方をリスク、社会でリスクを取っていくという社会、そしてリベラルな多様な価値を見つめていくという、この第二証言の方向に、私たち市民のその国家観、その求めたい国家像というものを結集していくことで、新たなその野党の勢力の結集、またね、安倍政権の中でも実は反安倍ラッキアイという人いっぱいいるわけですね。でこういう方たちの思いというものを第二証言に作っていくことで、やはりより分かりやすい対立軸を模索していく。これをやっぱりこれからの私たち市民や、皆さんと共にやっていく必要があるんじゃないかということを言っておりました。ということで、最後ね、一言ガンジーの言葉を伝えてこれでおります。あなたのすることのほとんどは無意味ではある。それでもしなくてはならない。そうしたことをするのは世界を変えるためではなく、世界によって自分自身が変えられないようにするためであると。まあね、いろいろね、へこむ時でも常にこのガンジーの言葉を言い聞かせながらね、皆さん、日々やってます。映画ね、まだやってるということで見ていただきたいなと、いうことです。内調という、まさに今の安倍政権を取り仕切って言われている、取り仕切っているという内調の組織の闇に、この吉岡恵梨香、新聞業さん演じる吉岡恵梨香記者が迫る。そしてその内調という組織の中で外務官僚として仕事をする松坂桃李さんが、一体正義とは何なのかと、葛藤を抱えていくという、テーマでやっております。そのね、今の政権の裏側の舞台ということと同時に、やはり同調圧力が強いと言われているこの今の日本社会の中で、私たち一人一人がどうやって自分の目の前に立ち上がる問題に目を向け、そして時に声を上げ立ち上がり、社会や政治を変えていけるか、いこうかということを説いている作品になっていると思います。そしてですね、実は恥ずかしながら私が主演している森達也のドキュメント映画が11月15日から始まります。ちょっと私自身まだ見てないので、おすすめできるかどうかも定かじゃないんですけども、森さんですからね、かなり面白いオチも含んでやってくれてるんじゃないかと思います。ぜひ関心持ったら見てください。そして何よりもね、こちらじゃ見れるかもしれないんですが、東京新聞、中日新聞もよろしくお願いします。ありがとうございました。